陰線堂。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。これから金八アゴラですね、開始したいと思います。今日は、2月22日ですが、はい、放送は2月24日ということになりますね。はい、今日はあのコメンテーターの方がですね、4名いらっしゃいますが、石川さんがちょっと遅れるということでね、最初3名でやりたいと思います。まず最初のお題から見ていきましょうか。あ、すみません、その前に自己紹介を。じゃあ山下さんから。あ、はいはい、はい、はい、皆さんこんにちは。元川崎市議会議員で映画選挙選挙中に出ております山内和彦です。日本海賊 TV では山内さんの選挙ウォッチをあの田淵高橋さんと一緒にやっております。そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。東急不動産騙し売り裁判原告にして立正厚生会所属厚生病院裁判原告家族の林田力です。今日は有馬温泉土産の金銭焼きをいただきながらコメンテーターをやります。よろしくお願いします。美味しいです。はい、お願いします。公認システム監査人、そして、IFRS 連結会計、そして、公共政策コンサルタントの田淵と申します。よろしくお願いします。あの山さんの選挙ウォッチの、はい、今日はですね、その公共政策コンサルタントのことで大きな進展がありましたので、またそのことをお知らせしたいと思います。はい、お願いします。はい、それではまずお題の方見ていきましょうか。はい、こちらですね。はい、まずですね、双子玉川ライズ本社企業社員が覚醒剤密輸で逮捕と、うん、直したやつを作ったんですけど、すみません、逮捕というですね、はい、そういったの話題ですね。いつも の, その楽天双子玉川ネタということでお願いします。それから次ですね、プレミアムフライデーがですね、今月の末からね、はい、ようやく開催されると。24日からですね。24日ですね、はい。これがですね、どういった影響があるのかですね、そういったことを話します。それから、エンゲル係数がですね、まあ、これあの、2014年からね、急上昇したんですが、今年また急上昇しました、急上昇しましたね、はい、ついにですね、29年前の数字に戻っちゃったというですね、そういった話ですね、ちょっと。ただ、これは安全志向かもしれませんよ。うん、そうです、内容ですね、ね、まあ、先週はそういう話をしてたんですけど、そうですね、はいはい、物価高というよりね。それからですね、東芝がですね、半導体部門をね、全部売却しようと。最初は2割と話だったんですが、最近はもう完全に売却しましたけど、ね、3分の1残すでしょ。いや、あのまた出資というか株の持ち率をもっと下げなきゃダメだとかっていう、うん、まあ、報道が出てます、ね、結局全部にして2兆円お金捻出しなきゃっていう方向に今させられてるんで。あ、そっちですか、ね、はい、まあ、そういった話ですね、うん、それから、その衆議院選もですね、ちょっと考えて教育国債というですね、うん、話らしいんですが、まあ、12月3日か10日で、あ、なるほどね、あ、はい、なるほどね、12月を据えて、教育国債の話が出てきた。なんか財源云々って言ってましたけどね、麻生太郎さんが、はい、それからギャップの認証支援がね、続々と決定してきたという話だとかですね、うん、はい、それから羽田空港がまた拡張されるというですね、うんうん、話ですね。それとメキシコはですね、トランプ氏に対抗の、政策ですか、うん、その始めたということだったそうですね。日本にとってえらい割を食うんですよ、これ。あ、日本がね、あ、それはまた後ほど、ね、はい。それからまた双子玉川の話ですが、うん、無堤防地区がありましてですね、その工事がなかなか始まらないというのが、ようやくですね、開始されたという話ですよね。はい、はい、まあ、そういったの話をですね、中心にしていきたいんですが、はい、まずは林田さんのネタからいきましょうか。はい、お願いします。双子玉ライズ本社企業社員が覚醒剤密輸で逮捕されました。これ楽天ですよね。はい、楽天です。なんか楽天って本当になんかろくなことないですね。いやいや、はい、まあ、頭の中も楽天って。やっぱ場所移したら良くないということですね。はい、うん、そしたら林田さんに噛みつかれることもなかろう。でも移転するんでしょ。いや本社機能、三木谷さんが記者会見で移転しようかなっていう、うん、だから決まりじゃないし、う
また社長の気まぐれですから、はい、分かりませんけど。でこの社員っていうのは、まあ、覚醒剤をズボンの裾なのに隠して台湾から密輸したということで逮捕された。でいつ覚醒剤が入れられたか分かんないとか、あの誰かに入れられちゃったとか、まあ、そういうふうに否認してるんですけど、うん、まあ、ズボンの裾に入れるっていうのはなかなか手の込んだことで、あ、それは普通やるのはやっぱりあのカバンとかもうあらかじめ入った状態か、はいはい、あとは人に物を託すっていうやつで入れてあるっていう、はい、そういうパターンですね、はい、勝慎太郎がなんかそんなことがあってましたね。ああ、パッパツだ、パッパツ。この人の家からはガラスパイプ20個や空の小分け袋100枚も見つかっているために、あ、それも入れられたんじゃない。ダメですね、なんで完全に薬物の売人だったと。うん、うわ、でこの人は楽天トラベルの担当者らしい、あら、担当者なんですけど、あ、じゃあ割と同じ場所行き来してた、はい、で2008年から143回も台湾に出入りしてたと。なんでこれ台湾からの密輸ということで、また海賊テレビが取り上げたくなる要素でもあります。そうですね。なるほど。でまあ、ほとんどあの危険ドラッグとかの、まあ、流通ルートっていうのは、うん、むしろ中国が多かったんですけど、うん、これ台湾ということで、まあ、なかなか今、覚醒剤台湾ルートってあるんですか？あんまり聞かなかった。あんまり、どっちかというと大陸の方が多かった。そうですよね。まあ、大陸は大陸で、うん、逆に、あそこ、あの、尖閣諸島が荒れちゃっていて、うん、暴力団の密輸ルートに使わなくなっちゃったという、なんか嬉しい副作用、いい副作用。漁船使ってどうこうっていうね、はい、それができなくなっちゃったという。そんな言わはりますけどね、うん、台湾もね、うん、尖閣の領有権主張してるの知ってます？いや、知ってますよ。台湾がもともと最初に言い出してた。そうそれで中国が乗っかって、はい、そうでしょ、台湾が言うんだったらそこは中国。いや、だからそこがいつも言うてるようにね、台湾はいい国や、いい国や、中国は悪い国や、単純な人がいるけど、そんな簡単なことですかって言って、あの外交領土問題はまた話別ですからね。あ、まあ、ビジネスでは結構台湾に、応弁して痛い目にあったっていう話も結構ある。あ、昔ありましたね、台湾人がね、そのソーラーパネルのね、うん、あの出始めの頃に、あの菅政権の時に、うん、すごいんですよ、30億円分あって、うん、30億貸します、うん、出資します、うんうん、そのうち1億だけ出資金で29億は借入金にしてくださいって言われて、うん、で、うん、30億のソーラーパネル施設作りますと、うん、29億翌年市中銀行から借り換えてくださいっていう、うん、ちょっと厄介なビジネスが流行ったことある、2012年それうまくいったんですか？あのね、うん、30億円分のソーラーパネルを担保に29億借りれますか？それは無理ですね、普通に考えたら。普通担保なら7割ですよ、うんうん、っていうか、いくら売れ筋のソーラーパネル全部そうだよね、あのいやいや違う、設置した設備に対してね、固定資産みたいな7掛けですよ、うん、こういうことが結構横行したんです、うん、でついでにもう言うと、あの陸山会事件で、うん、どうしようもない三宅久幸っていうね、うん、また台湾別隊のどうしようもないみたいなんだけど、あいつが陸山会事件でこう言ったの、うん、4億のお金で4億借りたってひたすら言い続けたのね、うん、彼もどうしてた R 系の人だったんだけど、あの立証系の人だ、うんうん、それも嘘ですよ、うん、銀行員の息子から言わせてもらうと、うん、4億円の定期預金で4億借りれません、うん、それはないですね、3億6000万までしか借りれないです、うんうん、ところがね、バブルの時はあの銀行じゃないけどノンバンクは株に対して1億の株に対して1億2000万とか金貸しましたからね、バブル期はね、そう、まあでも異常、それは異常なことだからね、そんなことやったら当座借り越しも、うん、あの UFJ なんか比較的遅くまでね、うん、あの三菱と合併するまでは、うん、あのキャッシングで本当に信用枠で10万円までね、うん、やり合ってたんですよ、うんうんうん、で皆さん大体ね、ありがとうございます、ちゃんと、引き落としミスないように引き落とし口座を総合口座にして定期預金を作っといたら、うん、頼まなくても勝手に借り越しになる、定期預金を担保にってことですね、そう、頼まなくても勝手に借り越しになる、まあまあ、それそういつの前かね、定期を担保にって、うん、そういや、そのキャッシュカードを裏側でやっても借りれちゃう、まあ、いやなるほど。じゃあ、裏側ね。うん、裏側ってか、ひっくり返して逆の方向に入れちゃったら、うん、入れてなんかちょっと変だなと思いつつお金をもらったら、うん、実はキャッシングだったと。あれはね、できるやつとできんやつだ。はい、そう、お金が増えた。ほんで、これで、はい、はい。まあ、で、ツイッターでいろんな反応はありますけど、うん、もう楽天ハーブモンと。楽天カードマンじゃないですね。はい。で、あとはやっぱり楽天がなんかアマゾンにない品物を取り扱ってるとか、ああ、それはないね。だから楽天が切れてるんじゃないかっていうような話も出てる。
ります。そうか、いやなんかみんな盛り上げ方うまいね。本当になんかあの移転にしてからなんかもう一つ有力なことがありますよね、楽天さんは。いや前の場所良かったもん ね前の場所良かったし、楽天タワーあった立ちでブランディングにもなってたので、うん、そうなんでまたそんな不便なと。今しかも今のは楽天クリムゾンハウスとかっていう名前で、そういやなんかその辺東急さんとうまくタイアップしてイメージアップ図ろうとしたんでしょ、なんか目玉になるわけじゃない、IT と通販でトップですからね。林田さん向きなこと言うとね、実は東急さんって、JAL がああいうことに傾く原因になった、日本エアシステムの筆頭株主でしたよね。そうだから JAL が傾いたのも JAS を、まあ九州合併、そう JAS を荷物抱えたからってことで、旧東亜国内航空ですからね。そうなんですよ。そうですよ。その頃筆頭株主だった頃って、東急グループの売り上げは鉄道事業より航空事業が多かった。ああ、それは嬉しいなんですか。非常に鉄道について、あまり熱心ではないと言われた、その頃から。なんか飛行機の憧れがあったんでしょ、それに鉄道の車両メーカーもね、まあ大体大きいところで日立、それから、三菱重工、川崎重工、日本車両、新幹線作れるのこの4社だけなんですね。で、東急車両はよう作らんわけ。東急車両は、東急さんのステンレスのやつ。そう。まあ、いろいろね、言い出し、きれいですよ。東急車両の工場は、東急の線路につながってないとかね。そうですね。で、京急のあそこしかないでしょ。そうそう。だから、線路がね、ちょっと。でも、安いんですって、やっぱり車両は。東急車両のやつは。安かろう、悪かろうですから。いやでもなんか結局飛行機ね、航空会社の人が分析しちゃった時のやっぱ空への憧れがずっとあるから、例のこの間 の仙台空港のやつが東急さん入りたがってて取ったわけじゃないですか。やっぱり航空会社欲しいんですよ。そういうことね。 LCC やねんのね。じゃああのさ、仙台空港の鉄道作ったの誰やね。鉄道はどんぶらこしだった。わざわざ単線で作って、あれぐるっと回り込むようになったでしょ。あれは効率悪いですね。あれ千歳もいらんことしてね、なんであんなとこ伏線で作らないの、後から困るぞと思うよ、いやだから本数少ないから単線でしたんでしょ、あれは。それは良かったかどうか、ちょっと距離あるんでね。はあ、しかしすごいな、楽天さすが。でも楽天の旧ビルはどうなったんですか。旧ビルはもうどこかしてんですかね。売り払ったとかどうなんですか。あ、そうですか。まあ少なく楽天タワーとはもう言ってないので。わざわざ不便なとこに引っ越して。はい、そう。だって通うの絶対不便ですよ。はい、前のとこの方が横浜からも東京のどっからも行きやすかったんでね。例えばなんか法人税思いっきり負けてやるとそんなんないわな。家賃をまあ思いっきり負けてやるっていう可能性はあるけど、だってほら世田谷区には徴税権ないから。不動産に。あ、だから世田谷区っていうか、むしろだから、ね、東急が、もともと、二子玉ライズの、まあ、今、楽天が入ってるのは、2期ビルって言って、1期の後なんですよ。で、1期ですでにマンション作ったし、オフィスも作ったしってことで、もうテナント需要ももうないだろうって言われていて、だから、楽天が1棟借りるって解決策は、もしそういう解決策しなかったら、多分オフィス余ったはずなんですよ。だから、スカスカのところを埋めるために楽天で、で、あと楽天の従業員も近くにマンション買ったりとかできるわけでしょ。はい、だから、一石二鳥三鳥ぐらいのこと考えて、楽天さん。一気の二子玉ライズオフィスなんていうのは、なんか NPO のデジタルコンテンツなんとか会って、うさんくさい、うさんくさいところが借りて、補助金ちょろまかして問題になって、やめちゃったっていうような、そういうのでテナントを埋めてるような実態だったんで。だからだからさっきのその二子玉のその町づくりにもなんかうさんくさいなんかカタカナ系の名前があって、それライズに入ってるのかもしれないですよ。なるほど。先ほどの二子玉の水辺作りの、あ、水辺地域団体っていうやつ。ライズ、いやいや、それいろいろ他にもいっぱいあるんですよ、はい、あそこ地域団体がね。さすが世田谷ですね。それはね、でだから地域団体と、まあ私なんかは住民団体って伝統的なものをイメージするんですけど、そうじゃなくて本当にもう企業の集まりみたいなも、地域団体なんで、まあそりゃそうですよ、ね。まあ税金ちょろまかしたりとか、大変なのはね、マムシの残せとか、マムシを駆除したらマムシ酒にしろとか、だからなんか妙にね、兵庫島との間の川のね、せせらぎを残せとかね。
なんか偉いじゃないですか、スタバヤブランドで。偉い細かいことになんかこだわりある人いるし、あの橋を、兵庫島の橋を高くしたいって言ったら、それはいかんとかね。はい、おぉ。それだね、全部別な人物じゃないですか、そういう主張言って。分からんけどもね。一人でいくつも団体作ってないですかね。わかります。はいはい。はいはい、まあ、そういうお話で、で楽天自身は今、医薬品をかなり力入れて、あ、そうですね、と言われてるので、まあ、そういった、ね、なんか覚醒剤、何、1類、2類、3類のどれにも該当しませんね。なんかまあ、そういった意味でも、いろいろと言われたくなっちゃうような、だって薬事法の件であれ、楽天の三木谷さん自身が食ってかかって、はい、いろいろね、通販でしやすくするためにやったわけじゃない。はい、うん、それで社員が薬物やって覚醒剤やってんじゃどうしようもないですね。まあそういうお薬も売ろうとしてるんじゃないかな。あの薬部外品ですすごい、あの台湾直輸入ですかねすごい。別に薬品に製薬にその、手を出したってわけじゃないじゃん。あの販売をするとはいですよね、はい、うん、まあ、で製薬に関しては、まあ、先週のむしろ話題なんですけど、その記者会見の時には、うんうん、アメリカのベンチ、その製薬系のベンチャーを買って、がんの特効薬とかをやるんだとは言ってはいます。まあ、それは読むかどうかは知らないですけど、ね、薬の研究開発、金すごくかかりますからね。もうすぐそうですね。リスクも大きいし。で、漢方的なものをやるんだみたいな、そのがんの治療で。わ、またそういう民間療法的な。いや、でも大事なのはその薬のね、だからその研究開発費の費用処理が大きな問題。ああ、そこは田淵さんの。ついでにちょっと脱線するけど、今日私ちょっとこれ。連結のややこしいのがあって、聞いてみたんです、会計の基準になかったやつがあったんで、ASBJ に電話したら、あなた会員ですかって言われて、細かいことは会計士協会に聞いてくださいって言うから、聞いたら、そういうことは近くの会計士に聞いてくださいって言いやがって、あら、どんどん、ね、その会計士がお前、やてんならんから聞いてんねんって言うから、なんか言ったら、うちぐちぐから、おい、お前んとこのな、関東官庁誰や言って、ほんで、てっきり、あの、公認会計士協会のその態度の悪さについては、きっちりもう言いつけといたからな。あの、ちゃんとあの、で、こういうことがありましたよ、金融庁とかのところにも行って、大体会計士のボンクラがいっぱいおってどないなっとんねんって話で。これはしっかり指導していただかない。しっかり指導していただく。特に、その継続教育ちゃんとやらさないかんととかいうことについて、ちゃんとあのな、金融庁の叱るべきところにきちっと言うといたんで、覚悟しておく。首洗って待っとれよって感じ。っていうぐらいに、ちょっと会計士おかしなの多いのよ。あの、確かにね、そんなものは会計士に聞いてくださいって、お前のところそれ基準具合の、場合分けがなかったんで、それは何やと、それ何かって言ったら、持ち分法適用会社に対して間接所有の場合で、そこに対して、あの直接その親会社が取引した場合のこれどうなんねって言ったら、なんか知らんけどね、会計士に聞いて、その会計士から聞いてもらうことになっておりましてって、ね、そんな無能なオペレーター雇うなよいやいや、まあまあ、オペレーター自身は答えられないですからね。いやいや、だからね、そしたらね、まあ一応ちゃんと質問状書いといて、ちゃんと、分かりかねますとか会計士に聞いてくださいっていうのをご遠慮願いますとか、じゃあちゃんと CC に政府機関も全部つけて送っといたんで、で、私の公聴会のところの動画のやつも URL 貼ってあるんで、言っとくけど、俺はあの会長の森さんを知っとるからね、あの女の人なんですけどね、よう知ってるからねって、そういうことしたらどうなるかいうことをね、そんないい加減なことしたらあかんよって話で。それはやっぱ叱るべき対応が。叱るべき対応としてね。でもとにかく、この、あれなんですよ、金融、あれ、研究開発の費用処理直すの邪魔、やりぎょらへんからね、うるせえからもうね、上から直すことにしたんで、そんなもん、財務諸表と基礎から直すぞって話でね、本当ね、結局薬のね、開発がこの問題になるんですよ。これは費用処理されちゃうから、どうにもならないんですか、それで。だから楽天はアメリカの企業を買収して、多分アメリカでやっちゃうのは日本じゃ関係ない。実はアメリカも費用処理。若干。いやでもね、あ、ごめん、マジでアメリカ直したから費用にならないです。でも楽天もそうね、その製薬会社に手を出したり、アメリカにね、また移転するとか、蓋を生にできたとかですね、なんかちょっと、その迷走してる気がするんですけどね。ちょっと、ものすごい迷走してる。経済誌でどこも楽天が振るわないとか、なんとかなんとか。いやだから三木谷さんも次の一手をなんかやりたいでしょ、でちょっと自分の中でもうフラフラしてると。でも三木谷さんとも
ともと小池支持というか、うん、みんなの党の系統でしょ、新規。いや、まあまあそういうことですね。いや、だからみんなが丸々でも林田さんの仲間じゃないですか。いやでもね、いやだからその薬事法とかのガチガチな規制を、うん、まあ、対面販売とか、うん、そういうのを緩くするっていうのは、まあ私もまあむしろ既得権を壊す改革っていうのは、それは別に賛成するとこ、うん、でもなんか元みんなの党の方は割と今回小池知事さんが多いような、ね、まあそれはそうです、ね、そうです、あ、だから維新とみんなの党が微妙な隙間風が分かって、そうですね、そこは。なるほどなるほど。石川さん来られました。じゃあ、ね、はい、じゃあちょっとまた、はい、どうぞどうぞ、はい、戻しましょうか、はい、はい、いいですか、はい、戻しますか、はい、どうぞ、はい、チャララーンって感じ、はい、後ろ引かれちゃう、はい、はい、はい、遅くなりました、石川久美子、元祖生活保守、石川久美子です、よろしくお願いいたします。今日はこんな感じです。石川さん、これは金賞の予感ですね。お、金賞の予感、あの、実は残念ながら同数で、はい、石川さんが変なことを言ったから、はい、怒って同賞にしたのがあって、ね、元気だった。同賞の方はちょっとなんかね、体調がよろしくないようで、入院されたり、はい、早い回復を記念しております。お大事になさってください。石川さんがいじめるからいじめ、石川さん、有馬温泉土産をいただいたところ、あ、ありがとうございます。美味しいですよ。あの、のどたんですか、のどたんのところですか。須田さんが言ってきました。のどたんのとこと違うじゃん。のどたんは西宮、西宮で、のどたん有馬温泉めちゃめちゃ行ってませんでした。そうそう、政務活動費ね。不思議なことに、うん、西宮ラジオとか、西宮市がね、生瀬とか武田の方伸びてるんです、不思議な。合併で大きくなったっ、ね、そうね、まあ、山の方もみんな、ワン西宮ですから。西宮維新の会、そう、西宮は一つです。はい、はい、はい。じゃあ、次の話題ですか。はい。はい、はい。また話題に来まして、そしたらね、あの、成田区、あの、田淵2位で、そのちょっと、あの、羽田空港の話からいきます。ああ、はい、はい。田淵2位で。ね、まずこちらですね、はい、あの、なんと、羽田空港が、うん、今の国内線ターミナル第2の方を、うん、一部改造しまして、うん、そこがですね、国際線ターミナルになると書いてあったんですよ、うん、あの、アナ専用ですけどね、それがなんとですね、そうなんですよ、うん、全日空専用なんですよ、そうそう、うん、っていうのはもう第2ターミナル全体がもう全日空使ってるから、うん、これ、そうなんですよ、そう、あれごちゃ混ぜするとまた大変なことになるんで、しかもだからね、全日空でのトランジットがね、すごく楽なんですよ、ね、あ、そうというわけでですね、なんかどうもその前政権が JAL にかなり肩入れしてたのがあって、うん、はいはいはい、やっぱりこの揺れ戻しではないか、ああ、いや、でもこれは本当にアナにとっては非常にありがたい話ですね。そうですね。で、この、あの夕日がですね、うん、先日のあの上海のプードン国際空港の古い方の第一ターミナルの JAL 用のところですね、うん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 、これみたいなはいはいはい、でこの先ちょっと映ってないかもしれないけど、あのタラップの綺麗になってる飛行機が映ってるはずです、左が、あ、それに乗ってきたわけですね。いや、違う、タラップの綺麗になりませんでした。あらら、違うんです。で、なんとですね、山口さんがよく使われている、うん、あのな羽田空港 の、うん、あの LCC 用のですね、うん、タラップの刑になる場所が6箇所あったんですが、はいはい、ボーディングブリッジを整備するそうです。あ、じゃあな、ここでガンガン文句言ってもいいのかもしれませんよ。言っとけば、え、とにかくね、うん、雨降った時のタラップは厳しすぎる、うん、ちかあれはね大変ですよ。でも成田はしゃあないんですよ。なんで？いやいや、少ないんだもん。何が？いや、だから LCC はもうあのバスで移動しなきゃいけない。それどこにが危ないですか？その、いや、飛行機置くとかないですよ。そうなの？そう。いや、だからあれは昔の幻の斜め滑走路のところが、そうそう、ちゃんと利用できてないんでしょ？だからあそこに置くから、あそこにバスで移動しなきゃいけないんですよ。あれはもう、つなぐもんが何もないんだ。それはその、中ちゃんがいろいろいじめたからかなと。いや、まあ。そこはしょうがないじゃないですか。で、羽田の方はもう、ね、ボーディングブリッジって大体つなぐ。島さん、平の字誘導路って知ってます？あ、知ってます。ちょっとこう曲がってるのがあって、うん、あそこ土地収容できる。これ、この間収容したんです。84平米。うんうん、たったの84平米のために、あの誘導路が曲がってたと。そう、でもしょうがないですね。あれはもう、成田闘争の最後は和解して、和解、もう、強制執行はやんないっていうことでやってから。 でもさ、その誘導路に囲まれた農家がまだありますよね。まあ残ってます。それは裏ないですね。だから強制執行しないと、もうそれやっちゃうと約束、ま、破ったことになるんで、それはできないんですよ。あとはもう代替わりするの待ってるんですよ。で、もうその B 滑走路の、うん、
延長上にもう一個作るんですね、今度ね。そうです。あの、ずれて。C 滑走路なんですね、あの。うん、で、作るのが、あの、オープンパラレルなのか、もうちょっと近づくのかっていうのは。いや、オープンパラレル無理ですよ。ちょっと距離がありすぎるからね。それとね、やっぱりね、あれ書いてあったのはね、着陸失敗でやり直した時の急旋回の当たらんようにするっていうのがあって、うん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 、それがなかなか大変で、うんうん、というかこれ飛行機って実は離陸の方が長さ長くいるんですね、うんうん、あのやめた時の、そう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 、うん、だから4000メートルっていうか3500は必要なんですよ、うん、あの大型機のためには、うん、そうそう、着陸は2500でいいんだけど、はい、そうですね、そう2000、まあ、2180やった時期ありますけどね、うん、2500ないと着陸できないことで、あの私がよく乗ってる JAL のね、うん、ボーイング737なんてね、うん、はあと思うのはね、一、うん、回止まってからスタートしないんですよ、うん、時速40キロぐらいでトロトロと走りながら、うん、そのまま加速するんです。やっぱりね、不安なんでしょうね一回止まるとない、ね、浮き上がるのに30秒以上かかるもん。あ、その点ね、うん、全日空のね7877、5秒でふわっていくもん。あ、それ飛行機新しいですよ、ね、やっぱりね、なんか知らんけど、うん、あれね、JAL はあれですか、ジャンボジェット全部売っちゃったんですか。ほとんどないですね、今。あ、JAL はもうジャンボはもうなくなりましたね。なんで、まあ、いやいや、あの燃費悪すぎなんで、ね、あ、だからあんな容器みんな乗らないの。いや、だから昔はあのジャンボを使ってハブ空港という概念があったんで、大きな空港行ってそっからあの地方に散っていくっていう。今はもう直接そのセブン、え、あ、まあ787とか737で直接もう、うん、あ、そういうことね。そうだから中型機がもう持て合わせるようになったんで、うん、500人以上乗るようなのいらんないんですよ。だから A380 なんてあんまり振るわないじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。まあ、どちらにせよですね、あの石川さんも申し上げたように、あの成田羽田空港ご利用の皆様、あのタラップの経営がなくなることになりまして、うん、これいいでしょうね。まあ、これはでもちょっと苦肉の策なのは、あの国際線と国内線がちょっとごちゃごちゃになるところなんですよ。いやいや、でもさ、そのタラップの経営がなくなるっていうのは、この LCC の人にとって嬉しい話だと思いますよ。まあ、羽田利用の人はね。これ千葉県のさ、知事がさ、知事選挙でね、成田空港でのタラップの経営をなくしますって言ったら喜ぶんちゃういや、だからあの成田第3ターミナルができたんで、だいぶ良くはなったんですよ。そうそう、それでも確かにあのタラップ直接じゃないからでしょ、うん、でしょ、建物が少し良くなっただけなんで、建物ね、うん、これ本当にね、言うてるうちに関空もね、うん、あのねタラップの経営ができちゃって、だから今慌てて第二作ってるんですよ、うんうんうん、もうな、今までもう何とかいう LCC がほぼ独占使ったんだけど、ピーチね、そうそうそう、だけどもうね、タラップの経営になるとみんな怒るから、うんうんうん、あの関空は良くなりましたね、あの、うん、今度特に関空はやっぱり羽田よりもね、風が強いですね、うんうんうん、そうすると冬寒い時にタラップの経営になるとやっぱりかなりきつい吹きさらしとかね、そうそうだ、まあなんせ大阪湾のかなり中の方に作りましたからね、あれ沖合すぎたんでね、もうちょっとあの近くでもよかったんですが、住民の反対反対があった。いや、だから当時はあの飛行機うるさかったけど、今も技術革新でそんなに大きいじゃなくてもよかったんだけど、うん、あれでお金かかりすぎた。うるさくなくなったんですか、昔に比べて。ね、それであの性能良くなったんで。そうですか。そうだから、あの5キロも沖合に作る人なくて、性能良くなると逆に、うるさくなるとかそういうことはないんですか。はないないんで、音速だから、あの騒音の問題で、ああそれはダメです。ああ、それはまた別の問題それはまた別の問題で、そうだから関空は割高になりすぎたんですよ。あので、あれ関空のあの場所はなくて、最初から神戸に作っときゃね。いや、神戸空港はね、便利ですよ。めっちゃ便利ですよ。そう、あの辺行くのに、ところが風向きが。いや、東西だ、大丈夫でしょ。あの、いやだ、ダメ、1本しかないしね。いや、だから元々はそこに国際空港を作る予定として候補地で上がってたのを、うん、神戸で猛反対があったんで。いや、だから最初から淡路島に作っといたよかった。あ、淡路島喜びますね。そしたら埋め立て戦で済んだのに。まあ、島そのまま作で、今回実は喜びますか。いや、公民の生活、いやいや、喜びますよ。それはだってお金すごい落ちるんでね、うん。ちなみに神戸空港ですけど、うん、あのやっと運営主体が、うん、あの関空の方に吸収されることになりました。だから、あの3空港が一体運営ってことなんですよ、ね、うん、やっと、ね、あれは。いや、私神戸空港廃止論者なんですけどね。じゃあ、あっちを廃止ないですか、あの伊丹は。それは橋本さんのやつでしょ。だって伊丹廃止して浮いた金でリニア作るとかそういうこと言ってましたね。でもね、やっぱりね、伊丹が一番場所いいんですよ。そりゃそうで、でも、ね、リニアができたらもう、あの大阪まで繋がったら伊丹いらなくなりますよ。
阪急電車がね、うん、あそこに直通をもっと走らせてたらね、うんうん、いいのにね、阪急ってそれやらへんでしょ。あの、ホタル池のとこで。ホタル池そっちやけど、あの、塚口で乗り換えさせてああ、そういうことね。あの辺がね、やっぱりね、あの、阪急は頭固い。あ、これ原因わかります？なんでですか？あ、本当ですよ。梅田駅が小さすぎるんですよ。キャパがないってことなんですか、梅田駅。だってね、うん、3本本線あげる9線しかないから、うんうんうん。これやっぱりね、梅田駅12線にしろって前から言ってんだけど。拡張工事。結局ね、うん、線が足りないんですよ。ああ、なるほど。関東人はね、新大阪と大阪と梅田の関係を覚えるところから始めるんですよ。そうなんです。そこからね、まず位置関係が。なんで駅名違うのに乗り換え駅になってんのかなみたいな。そんなこと信用しない。いや、大手町と東京駅。まあ、そうなんですね。いや、まず、ね。いや、関東人はまず、十三の読み方を覚えることから。そう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 。で、梅田のタワーはなんか田んぼのタワーじゃないですよね、切符見ると。なんか、目になってるんですよ、カタカナの。あ、違う違う、あれはね、略称。うん、昔のビット、ドット数の少なかった時代のやつ。たまらず、いや、あれなんか区別つけるためだったらしい。だからその梅田のタワーは、それは切符に印刷されるやつだけで。そう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 。あの、あれは違う、看板は普通。いや、看板はタワーですよ。で、切符がなんか、あの、えっと文字なんで。はいはいはい、はい。そうそう。まあ、それはあの、関東人があっち行くと、えっと思う、いろいろの一つですけど。うん、そうですね。向こう本当そうですね。うん、あの、うん、大阪って駅名が違ったりするんで。うん、あ、そうですね。あの、梅田と大阪どう違うんじゃんって話で。うん、もっとなんか、ね、名古屋がもっと謎でね、うん。名鉄は何でも自分のこと新つけてたんです。今は違いますけど。ああ。新名古屋、新岐阜。そうですね。新名古屋って名古屋駅とくっついてるので、ね。新一宮。うん、そうですね。で、名古屋なんでも名駅って何みたいな。そうそう、名、そう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 。え、何、名古屋駅って違うのみたいな。そう、名駅って略すんでね。そうなんですよね。豊橋だけなんで新豊橋じゃないかと思ってそこだけ JR に借りてたという話になる。ああ、なるほど。JR の駅を使ってた。そうそう。先週名古屋行ってましたね、はい、私。あ、そうでしたね。お疲れ様でした。長くてでしょ？長くてなんですけどね、宿泊先は名古屋ですね。ないので。え、あ、そうなんですか。まさかあそこまであれですか？地下鉄で東山線でトロトロ行って、でリニモ。あ、宇治川からリニモ。だって長くて言ったらもう万博で行きましたから、何回も。そう。往復リニモだけで700円とかしますよ、ね、リニモ高いよね。でも一応あれ浮いてますからね、うん、あのあれですね、富士ヶ丘もね、うん、あれになりましたから。実は私あの辺に昔住んでましたから。ああ、名古屋のあの二つ手前の上屋城って、はいはいはい、わかります？わかります。今もあの昔はもうずっとね更地になってましたけど、今ちょうどあの、うん、本郷インターとか上屋城インターとかになってる時代ですから。はい、それからですね、まあ、右上ですけど、はいはい、これは石川さんにちょっと聞いてみたかったのが、はいはい、オール沖縄が2連敗したんですか。そうですね。これはどういう見解でしょう。まあ、いや、もう内側は内側単に、あの副知事問題もあったし、結局古い補修、そういうことですね。まあまあ、まあ、ただ東京だって小池旋風が吹いてる状態なんで、そのオール沖縄、その野党対与党的な、そう、枠組みも、もう受けないというか、そういうこと、そういうことですね。オール沖縄のオールってどういう意味？まあ、言ってる人からすればその名の通りオールなんだけど、うん、反基地、反辺野古のオールなんで、うんうん、そういった意味で、あの、高江はちょっと微妙なんですよね。うん、高江は人によってちょっと違うもんね。はい、反基地、反。いや、反基地って言っても、米軍基地すべてなくすじゃなくて、うん、あくまで辺野古移転の、うん、反対の、で結集なので、うん、そういった意味であの温度差がいろいろとあって、だからあくまでも辺野古だけの人と、そうだから高江なんかは、まあ、安倍政権の巧妙なところで、うん、うまく反撃をついた的なところがあります。うん、そうそう、林田さんね、はい、その桜井よし子好みの話で言うと米軍基地を台湾に移転する言うたらオールの人は賛成するの反対するの？あの、いや、むしろグアムに移転しろって言ってるぐらいなんで。いや、グアムじゃ台湾ね。だから、いや、台湾無理でしょ、それは。いや、いや、それは挑発もええとこやったら、だからそれを、米軍基地、あくまで辺野古をなくせって言ってるだけなんで、うん、そこは問題視しない、別々に。いやー、もしトランプさんがそんなこと言ったらどうします？いや、だからむしろトランプさんに期待して、小長さんは、あの、トランプ大統領と交渉しようとしたぐらいなんで。台湾に移転する？いや、だから別にそこに対する問題意識はそんな別にない。ないだから沖縄の人は、自分の沖縄から基地がどっか出ていけば、はい、最低でも県外からスタートですから。あの、あ、よく、右翼側っていうのは、うん、例えば、小長は中国の手下だとか、中共の手下だとかって言われますけど、そういう子からね、そういう感じでは別にないので、俺沖縄の一般的な意識からすると、だから台湾にやるのはけしからんとか、うん、そんな中共の代理人的なことは多分、うん、そんなに言う人はいないと思います。うん、
いやいやいや、中国にしてみな、台湾に米軍中国が言うけど、大きな その右翼が思ってるほど、別に中国、中共のエージェントじゃない。いや、あれはもうプロパガンダですからね。そうそう、これとにかくですね、その12式、地対艦ミサイルというのがですね、うん、配備され、これ、実はあの沖縄本島で石垣島の間で300キロも空いてるんです、うん、あそこは距離がありますからね。そうそう、昔は国が反独立国だった。まあまあまあ、まあね、うん、石垣から先も別でしたからね、うん、だからね、もともと尖閣に関係なく中国の船はね、ここフリーパスで通れるんですよ、うん、だからなんでまたその桜井よし子はあんなこと言ってるのかな、おかしいなと思います。まあ尖閣を死守しようと、尖閣を取られたら、うん、に国が滅びるとうんな言うてるけど、台北が困ると、うん、そうそうそう、台北が近いね。おかげでこういうこと言いまくったおかげで最近あの、うん、台湾エージェントの発言力が急速に低下してる。はい、ありがとう、はいはい、で次のページですか、はいはい、次のページは、うん、あ、これはあ後にしましょうか、あ、トランプの後で、わかりました、じゃあお題へどうぞ、はい、お題いきますか、はい、大丈夫です、じゃあ今度は何かね、プレミアムフライデーの今週からですね、24日から、はい、今日24日ですね、放送日、放送日、放送日、もう今日3時からもうオフになってる方、だから月末に1回だけなんですね、そうですね、毎月1回ってことで、毎週かと思ったら、はい、あの1回だけだったね、働き方改革ですね、石川さん、うん、私はね、これプレミアムフライデーはね、作ってないですね、はい、ね、はい、はい、で一応まあこれによってね、その、GNP にも良い影響があるんだと、うん、まあ、いうことらしいんですが、うん、本当どうでしょう、ね、どうでしょう、まあこれ実際やってみないと分かんないですね、なんかそのままもう家で帰ってゴロンというパターンも、うん、そのまま会社帰りにどっか見に行くとか、あのね、旅行、ただね、セミナーをやりやすくなったって話は金曜日に、セミナー、あー、あの食事会付きで、ああ、はいはい、なるほどね、うん、今まで土曜日とか人がちょっと集まりづらい、そうそうそう、だからそういうところに聞くと、うん、本当は第3とか第2の方がもっといいなと、なるほど、ああ、うん、最後の月じゃなくてね、うん、月末はなんか忙しいですね、そうそう、なるほど、うん、まあ、あの居酒屋なんかもね、うん、あの金曜日のじゃあ今で5時6時に開店をね、うん、3時とか2時にしようかという話もあるみたいですから、うん、まあ、確かに花金とか言ってた時代もあったんですけどね、これ ね、 ですね、セミナーで怖いのはね、うん、でもねこれ曜日考えとかんとね、うん、金曜日にするとね、うん、セミナーのドタキャンで欠席者っていうリスクもあるんですよ、あ、ついつい別のことへ意識がいっちゃった、ね、なるほど、だからやっぱりこの曜日設定ってのは難しいですね、そう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 、本当に真面目にきちっと人を絞ってセミナーなら火水木の安全なんですよ、うんうんうん、なるほど、やっぱりね、人を埋めないとやばいですからね、うんうんうん、しかしその分ね、他の日が残業とか休日出勤とかになると困るわけ、そうですよ ね、 ね、で非正規の人なんかどうしたらいいんですかね、あの休んで収入なくなったら消費に回せないんですけど、そうだって非正規の人はだって働く時間短くなって給料が減るわけだからね、そうですよ、それは困ったじゃん、死活問題ですよ、うん、まあサービス業なんかはね、うん、結構これで売ろうかもしれませんけどね、大学なんかどうですか、大学もプレミアムフィールドとか金曜日、金曜日の第4工事は休む、いやいやいや、あのだって今あれですもん、すでにあのハッピーマンデーで月曜にしわ寄せが来ていて本当に割り振りが大変なので、これで金曜も潰れたらちょっともう回らないですよね、河合塾賢いね、河合塾、河合、うん、塾って月曜休み、ああ、あれも月曜ばっかり集中するわね、だからもう変に、だから振り替え授業が今月は金曜日に月曜の授業を振り替えますとかがあるので、でそれで割り送ってですね、なんか連休も開校とか言って、私なんかもう連休の真ん中とかにあの授業やる、それはちょっと迷惑ですね、だから私も嫌だけど学生はもっと嫌なんですよ、いやもうそれは連休中行きたくないですよね、逆に今年みたいにあの土曜日になんか連休じゃなくあの祭日が重なった時は前倒しで金曜日休みにするとかってやってほしいですね。いいですね。だから前、私も前にね、1月に金八で言いましたけど、うん、はい、やっぱりあの祝日法を改正して、土曜の振り返し、そう、だってもう、設けた方がいいと思う、週休2日制になってるわけだから、土曜日はもう実質休みだから、そうなんですよね。そう、だって今年は4回あるでしょ、そうで、多すぎるんでね。うん、あ、これもちょっとね、選挙のいいテーマになりますね。うん、じゃあのね、これね、安倍さんね、うん、プレミアムフライデーよりも、うん、土曜日に対する振り替え休日やった方が、経済効果ありますので、うん、はい、ね、はい、これすぐやりましょう。あの祝日法改正で済みます。そうそうそう、はい、すぐやりましょう。だって前に倒せばいいだけですね。そうですね。それで3連休。そうすれば、月曜日ばっかりが、
振り返り休日になる必要ないし ね、 そうですね。これもね一つね考え方でいいことでしょ、うんうんうん、そうね、旅行業界も喜ぶじゃないですか。そうそう、あの違う曜日にね、うん、振り分けられるからね、うん、プレミアムフライデーとは別に法的なあれじゃないんですよね、うん、ただ一応自主的にお願いをしてる。プレミアムフライデーやるぐらいで、その振り替え休日をやる方が効果的かもしれませんよ、うん、それは本当にもう国のね、うん、その市議会の会社ですか、うん、そうそうそう、必要だけど、こっちの方はあくまでも政府が、うん、大企業に、ね、お願いをしてるというだけの話ですよね。条文作ってあげるから。あれ私なんか作った気がしますよ。1月ぐらいの。あ、なるほど、はい、はい、じゃあ次、はい、はい、で次は、うん、ですね、エンゲル係数がですね、うん、これは2014年からね、うん、ガクッと上がったと、はいはい、まあ、これはあの消費税の、ね、問題もあると思うんですが、はいはい、消費税が 5% から 8% に上がってね、うん、はいはい、でそれでガクッと上がってですね、うん、で、消費税上がったから1回きりかなと思ったら、うん、その後もガクッと上がってですね、うん、その去年もねまた上がったんで、うん、ついに29年前のね水準に戻っちゃったと。29年前の、ね、バブルの少し前ぐらいですね。そうですね、そうですね、80年、だから要因としては、まあ、一応高齢化っていう要因も大きいんですけれども、うんうん、まあ、消費税の影響非常に大きいのと、うんうん、あと結局その原油高にから関連して、うんうん、あのまあ、あの放送関係ですね、あれが上がってしまっているとか、輸送費も高くなっているので、結局価格据え置きなんだけど中身のが減っちゃってるっていうのが結構ありますね。そうそう、みんなヨーグルトとかもなんかパッケージちっちゃくなってね。そうそう、牛乳とかもね、そうそう、ウインナーとかね。でもなんか、そうそう、放送って考えたらね、中国みたいにね、ローソンとかレジ 0.2 元ってレジ袋にピッてこうバーコードあって金取るんですよね、うん、あ、でも今はもう日本でもレジ袋お金取るんですよね。イオンとかヨーカドーも、まあ、それかね、うん、レジ袋をいらないって言うとポイントをつけてくれる、ね、あ、エコポイントつけたりとか、ね、もう完全それ定着したんで、なるほどね、うんうん、まあ、やっぱりそのエンゲルケースって基本的には、うん、その先進国に、ね、なると、うん、経済が豊かになると、うん、その国の経済が豊かになるとですね、うん、エンゲル計算が下がっていく、やっぱりあれやっぱり逆に、ね、後進国だとかですね、うん、発展途上国は資料ありますこれ、これね、資料はね、あの番組でよく紹介してる、今日は持ってこなかった、来週持ってきます。いくつになった大体平均で24、25ぐらいでしたっけ、うんうん、世帯別とかは、うん、そういうのは出ないんですか、ね、うん、独身世帯はどうなのかって、なんかやっぱりね、あとなんか中間層はちょっと高いんだけれども、うん、やっぱりあの体にいいもの、あ、そうそう、健康志向がもう、志向が非常に強いので、それもあの上昇要因と、これは、まあ、とはいえね、その全体の収入の4分の1がですね、うん、やっぱり食品に傾斜するとだからね、食品が 5% になるんですよ、やっぱりこれね、安倍さんね、やりましょう、てか非課税でいいでしょ、食品は非課税、そこまで言う、うん、言いますよ、そこまで言う、言いますよ、だってそこまで言わないとなんかやった感がないですよ、うん、食品非課税の国、メキシコ、あ、うん、オーストラリア、お、イギリス、あ、イギリスらですか、ね、アイルランド、うん、あら、マルタ、あら、キプロス、あら、ありますよ、なんかイギリス系のとこですね、食品非課税、あ、ほんでアメリカのほとんどの州、うん、カナダ、うん、食品非課税ですね、じゃあできる、段階的に下げてましたね、うん、いやいやいや、ちょ食品最初から非課税、あ、そうなんですか、そうで、ヨーロッパの大陸の方も、いや、これはバラバラです、あのでもやっぱり食品は下げてます、ね、下げてます、当然低いです、うん、あの幻の売上税は食品非課税でした、うん、うん、そうなんですよ、88年に、ね、消えちゃった、あ、うん、っのアメリカの方はね、うん、ちょっと最近の数字は知りませんけども、うん、エンゲル係数が 15-6% なんですよね、もう、うん、相当違う、あ、もう本当にその可処分でね、その使える、うん、食費以外に使えるお金がいっぱいあるのに、食品日本はただ、あの消費税がね、消費税上がって、そのエンゲル係数が上がったわけじゃなくて、その後も上がってますから、うん、やっぱりその食品の消費税が上がったというだけじゃなくて、それ以外の要因もね、いっぱいあるだろうし、うん、やっぱり基本的に言うとですね、その日本自体がね、全体貧しくなってると、うん、いわゆる先進国からどんどん後進国の方にね、後戻りしてると。ほら、野田武志が悪い。状況が、ね、あると思うんですよ、ね。いや、だから収入が増えてないのに、5.8% ですよ、ね、あ、高いですね、やっぱり、うん、これ、すぐにやれるのとしてさ、うん、とりあえず食品 5% にしよう、
いや、これプレミアムフライデーよりよっぽど商標価値が高い。もうね、あのもう、うん、もう某社ほっといて、うんうん、いや、あのもうね、あと2年半あってね、うん、まあそれは某社のレジがどんどん置き換えられるかもしれんけど、うんうん、これもう本当やりましょう、これ、うん、職員だけやっぱり分かるようにやっぱ安くしないと、うん、これやっぱりね、うん、これ石川さん、食品とともに医薬品もでしょうね。そうですね、うん、医薬品もですよね、うん、もう生活必需品これ。だからあれですよ、私がよく言っている、避難所に救援物資として送って差し支えないものは全部ということです。あの松江さんが使って差し支えないものは重課税、重課税で差し支えないと。まあ、やっぱりその日本がね、また成長するためには内需を拡大するということを言われてますのにね、内需の拡大どころじゃないですね、この状態だとね。また来年もっと上がるかもしれませんし、まあ、だから中間層をやっぱりこの直撃しますから、うん、あの大阪大学が小野教授をクビにするように、うん、なぜか増税すれば景気が良くなると大きい声で言ってました。というかね、1987年並みの水準ですからね、あ、国鉄が JR に分割民営化された年ですよ。あ、それで思い出した、知ってる、はい、あのね、JR 北海道が東に助けてくれって言ったら、うん、助けへんって、ね、いや、東はできないっていうね、だって株主の理解やらない、いや、僕ね、それはちょっと違うような気がするな、うん、いやでもね、株主でやっちゃダメですよ、もうね、うんうん、あの法律でもう特別法を作って、うん、JR 北海道は東に吸収させなきゃダメ、うん、いや、だって地域割りしたっていうのは、むしろどんぶり勘定して、うん、日本全国、だから道路なんかは、それができてないからってことで、うん、中途半端だったって民営化言われてんので、いや、わかるけど、うん、JR 北海道で倒産しちゃうじゃない、うん、ただもう、だから地域、ただどんぶり勘定でやったから政治路線がいっぱい出てきたっていうのは、うん、いや、だから逆に言うと、僕はもうあの上下分離をヨーロッパみたいに進めて、うん、あの例えば新幹線を運営する会社って何社あったっていいわけだし、貨物だって今1社だけでしょ、それでインフラのことを道路と同じように整備していけばいい。いや、ただ道路は逆にだから上下分離しちゃったせいで、うん、借金はいくらでもその借金、まあ、国のなんか再生のなんとか機構が持つ形になったんで、あの全然機能しないってことで、あのみんなが道路会社を3つに分割したってことでしょ。あ、3つに分割したのは上だけなんで、はいはいはい、だから上が赤字路線作っても借金はその下の方が、はいはい、あの建設工事費のね、はい、これどうすればいいんだろうね。なんで地域割りするっていうのは、そういうどんぶり勘定をなくすっていうことで意味があったっていうのは、ほとんど民営化、分割民営化、やっぱりそのやりすぎなの、やっぱり。ただ北海道で成り立たない、だから北海道だけで成り立たないっていうのは、うん、それはもうやる前からおかしいっていうか、だって北海道の地域圏だって人口500万の国、うん、500万の国があったとして、うん、そこで鉄道だって、いやいや、それだからその札幌都市圏はいけるさ、うん、だからその千歳から北海道の小樽とかね、うん、そこはいけるけど、うん、それとか旭川ぐらいの、ただもし人口500万人の国があったとしたら、うん、やるでしょう、そこら。だから北海道庁がむしろ何にも財政支援しないのが問題だと、うん、まあそれは言われてますね。そうで、まあそれは、まあ、北海道庁は悪いんじゃなくて、うん、日本は結局北海道開発局っていうのは、うん、もう北海道は二重行政になっていて、うん、だから結局地方自治が全然できてないから、そうそう、別な予算を国が握ってますからね、北海道に関する、うん、でだから鉄道がいち早く民営化しちゃったんで、うん、道路はまだ民営化遅くて、今も国との間があれなんで、道路予算ってのはいっぱい出るのに、うん、鉄道予算ってのは民営化したからって形であんまり出ないっていうのが全然あったので、うん、なるほどね、まず道路が栄えて鉄道が錆びれるって結果に、確かにね、うん、まあ、北海道はね、結構あの人口が急減してるんですけども、うん、やっぱりそれも、鉄道路線がね、どん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 廃線になってですね、うん、北海道全体としては人口減ってないんですけど、うん、全部ね、札幌都市圏にね、集中してて、そしたらね、林田さん、やっぱあれやろ、はい、千歳をハブ空港にしよう、うん、ああ、いや、もう大雪のね、あの問題あるとしてもね、あそこをもう自衛隊のあの日を滑走路2本もらっちゃって、4本体制で。ああ、もらっちゃっていいんですか。いや、ちょっと移転してもらって。やっぱり日本のスクランブル一番多いのはやっぱりロシア。いやいや、だけど、だけどそれがね、その千歳じゃなくてもね、苫小牧とか、ちょっとこう、移転してもらいましょうよ。十勝平野とかでいいね。そうとか、あるいは夕張とか。ああ、いや、夕張ちょっと山だから空港作れない。作れない。そう、十勝平野とか。十勝平野ね。あれ空地平野、ああ、
北海道はね、いくらでも土地がね、本当 ね、 ね、ちょっとね、千歳をね、きちっとハブにしなきゃダメですよ、ね。まあそうなんですよね。ただやっぱり国防とか考えておく鉄道、やっぱり例えば稚内までの路線だとか、根室までの路線は、これはあの、完成は残さなきゃいけないんで、赤字関係。国防なんていいこと言うじゃないですか、もう、最近こう、やっぱり、山口さんもだいぶちょっと変わってきた。いやいやいや。鉄道は重要ですか、国防の。あ、重要じゃない。それは軍事物資の輸送に極めて重要ですよ。鉄道は、そう。このモーター。だって、日本はシベリア鉄道製で戦争負けてるんだからね。いやいや、だから、その時代と今はまた違って。いやいや、物資、いや、物資の大量輸送とね、考えて。絶対大きいさ。平坦が重要だった。いや、それも航空優勢を確保することが重要だ。いや、やっぱりあの、実はあの、平坦が大事です。平坦大事ですね。そうそう、日本は平坦で失敗したの戦争負けてるんですから。戦車の7割が餓死と言われて。そういうことです。いや、本当そうだ。いや、本当そうなんです。まあ、それとね、ガダルカナルだとね、どうでも英島にこだわって失敗したガダルカナルといいと思う。それはだから大本営が悪いんですよ。もう。でね、ほとんどね、海軍のせいで負けたということが分かったからね。ああ、なるほど。万歳突撃とかも海軍なんで、まあまあ。硫黄島とかは最初海軍、海軍は水際撃破作戦で、陸軍はむしろ重心防御をやって、ただ沖縄で重心防御やられると、住民にとっては、ものすごい逆に悲惨なんだけど、防衛という意味だと、沖縄戦は重心防御の一応。だから、陸軍はちゃんと学習してるんです。万歳突撃するとすぐ負けちゃうので、重心防御をしないといかんという。でもそもそも戦争そのものを海軍は反対しましたからね。はい、じゃあ次の話題いきましょうか。東芝がですね、うん、まあこの前あの、先週の金八ではね、うん、その決算がですね、伸びると話だったんですが、今度はですね、最初 20% ぐらいその半導体ものをね、その売ると。いやだから虎の子だからあんまり売りたくなかったでしょ。それなんか下手すると全部売っちゃうという話になんかなってきたらしいですね。で、だから資産価値が、まあ、多く見積もると2兆円ぐらいある。2兆円じゃちょっと甘いんじゃないかと思う。でも少なくとも今の、その、債務超過分をね、その、クリアして、有り余るぐらいのですね、そういったの価値はあるんで、まあ、それを売ってですね、東芝を存続させようという。二部転落から救わないけど。いや、二部転落は避けられない。それはもうダメなって、もうダメなんですね、もう。その方が半導体の事業にとっては逆に生成して良かったとかってなるんじゃないですか。でもその半導体どこが買うのか。そうですね。なんかまた後輩とかが。投資がいいはいいんじゃない。外資系が買うっていう噂は。いや、それはやめてほしい。いや、でも今買えるの外資しかないでしょ。いや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 、日立とかに。日立か、いや、日立はそんな体力あるんですか。今度日立もなんか、馬場つかまされてなんかなるんじゃないですか。これね、変な話だけど。原発扱ってるとこ。アップルが出資に関心。ああ、半導体だから。なるほど。いや、本杯もやっぱ狙って。サムスンかもしれないとか。サムスンはでもあれですよね。半導体分野では結構、いや、ビッグ3と言う。ただ、自主的なトップがこの前逮捕されましたからね。それ考えると、そういった決断ちょっと今、しづらい状態ですね。逮捕は恥だが痛くないとかって。そうそう。変わりゃいくらでもおるわって感じで。しかし東芝というと昔はね、例えばあの電気炊飯器ね、あれは東芝ですし、それから白物ね、製品もね、だからサザエさんスポンサー。そうそうそう。私は大学入った頃なんてみんなダイナブックを。ああ、そうですね。みんなパソコンもそうです。鈴木アグリとか CM やってたし。ああ、なんかね、懐かしい。もうみんな今いっぱいあっちゃってですね、これで半導体も売っちゃうとね、本当にもう原子炉しか残らないと。いや、それはだって選択なんだから、逆、まあ、私から見れば逆選択と集中ですけど、東芝の人はそっちを選んだんで、逆に半導体の従業員とかはむしろ売ってもらった方が、伸びる、これから伸びるんじゃないか。まあ、電子力、原子力だけでどういうもんか。いやいや、原子力じゃなくて半導体の方が。そう、半導体って、だからもう東芝である必要ないってことだ。そう。やっぱりみんな生活かかってますから、だって東芝の社員はもう、ボーナスはカットされる、給料は減らされるで、ろくでもないことになってるんでね。いや、200万カットとか言ってましたね。そう、あれはちょっと泣きますよね、やっぱり、50代とかの中堅の人とかだと。結構、その人材が流出してると。してますね。現在止まらないみたいですけどね。そもそもね、サムソンの半導体ってさ、東芝が、竹中が上がった。研究開発費の費用処理が原因で首切った分が向こう行ってる。そうだ、あの技術者みんな行って結局竹中のせい。白もみんなハイアールとか。いやいや、もう本当の話ね。
はあ、もう国をなんか売国奴ですね、本当に。いやもうほんまね、竹中最低なんですけどね。まあでもね、これが小池新党がね、残してくるみたいなとこで、やっぱり裏にね、その竹中さんいらっしゃるしね。いやー、竹中さんもういらないでしょ、今の働き方改革、うん、あれもよく考えてみると、竹中さんのね、言ってるような路線といいますかですね、うん、正社員をなくしてね、うん、非正規で、気が回る。いや、それはだいぶ止まってきた、その流れは。止まってきました、うんうん、それはさすが批判がどんどん。それはね、だってね、電通に強制捜査入るぐらいですからね。高橋松井さんのお母さん、安倍さんに会ってるじゃないですかね。ねえ、あれはね、もう分かりますよ、もう、そのね、なんか政権の目玉になってますからね、今、働き方改革で、やっぱり政権や働き方改革解散やったら、自民党は主張するんじゃないですか。あ、そう、いいよ、今やからね、そう、それでね、実はね、うん、石川さんのね、うん、ちょっとこの間実は保坂区長になったんですけど、うんうん、石川さんの言ったことが通りまして、うん、なんと世田谷区の後継役の単価が大幅引き上げで最低で時給1050円以上で、うん、1200円とか1350円になるということでですね、うん、あの基礎的自治体最高水準にする。じゃあこれ地元の、あ、すみません、はい、すみません、地元喜びますね。この番組見てるみたいです、うん、保坂さんも。保坂さん、ありがとうございます。いやいや、これは言うてみるもん。はい、じゃあ、次、いいですか。あれにしてきました。はい。作ってきました。はい、作ってきました。じゃあ、はいはい、で、次、ちょっと田淵さんの方、ちょっと。田淵さん、はい。3、ね。これですけど。ですね、実はこれね、まあ、先ほどの自動車のことについてもう一度おさらいになりますけど、はい、まあ、トランプさんはこのアメ車を買えと言ってきた中で、まあ、マツダフォードアルファロメオ連合があると、うん、で、スズキフィアットクライスラーフィアットでしょ、うん、プジョーと今合併交渉してますね、うん、でですね、うん、なんか一つで、あとホンダ GM もギリギリね、 GM のあれが決まったってことは、うん、ホンダがインディーカーレースで買ってももう GM はもういいということなんです。ああ、なるほど。で、日産と、もう三菱自動車は日産が取っちゃいましたね。そうですね。ルノーですね。で、鈴木とフォルクスワーゲンがこの間のことが原因で喧嘩しました。ここまで前回言ったんですけど、はい、でもトヨタがやっぱりつかないと、うん、やっぱりそのフォードの支援とか、うん、やっぱりいまいちだということで、こういうことになるんでしょう。うんうん、やっぱり会社の規模考えたら、そういうことなんですね。はい、でですね。下見る三菱自動車は昔元クライスラー系で、うん、クライスラーと三菱重工が合弁で作った会社なので、うんうん、どうしてもやっぱりGM 嫌やと。あ、でね、これ実はトップ3って言うけど、うん、実は GM が他の2倍ぐらいなんです、うん、生産台数から見て、うんうん、まあ、500万、1000万弱と思ってください、うんうん、でトヨタ富士重工って昔ね GM とね提携した時代があるんです。調べてみます、うんうん、でもやっぱやめちゃったんです、うんうん、で、ボルボ見てください、これ、うん。これね、ジーリーチーチェっていう。わかります？吉利記者とともにですね、うん、なんとですね、石膏財閥というかですね、うん、なんて言うんだ、これ、ジェリアン・ジーリー・コン・チューリチュアンという、ね。ジーリー、ジーリーっていうんじゃないですか。そうですね。うんうん、で、このですね、控えるにまたと書いて、これがですね、うん、株式のことなんですね。あ、持ち株会社、ほうほうほう、ホールディングスね。なんでこれ控えるにまたが、なんで株なんかわかんないんですけど、これ結局ですね、ボルボですね、うん、中国が取ってしまったという。ああ、なるほど。いや、これ汽車っていうのは自動車なんですね。そうですね、はい、で、火の車っていうのが鉄道ですね。そうそうそう、家計じゃないんですね。そう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 、家計は火の車です、ね。で、高い鉄の鋼鉄っていうのは新幹線、はいはい、高速鉄道。まあだけどこれ本当にどうするんですかね、これ。ボルボってあれですか、技術力はあったんですかね。あります、今もあります、ありますね。だから自動運転車とかが、そこで注力してるって形で、うまくボルボはボルボのブランドを残した形で、はい、GD ホールディングスはうまくやってる、まあだから成功例とは今言われてるんですけど、あ、じゃあブランドを買ったってだけじゃなくって、そういった技術力も割と中国に移転すると、移転じゃなくて、元にスウェーデンはスウェーデン、ボルボはボルボで、今もやってると、うんうんうん、グループを形成してて、一応持ち株会社だから、うんうん、資本関係の問題なんで、これね、やっぱりね、中国の中でヨーロッパの地位が高いとよく分かる、ね、うんうん、まあドイツもね、中国の中ではドイツ車人気ありますからね、うん、そうですね、これは本当に
まあね、ドイツがね、あの徳のある国ですからね、うん、フランスは法律の国らしいですアメリカは美しい国なんか安倍さんの好きそうな日本じゃないですね、美しい国、美しい国、美国ですかね。なるほど。まあ、まあ、一応これでね、まあ、トヨタがここのポジションに入れば、うん、まあ、九州みたいにね、マツダも鈴木もないようなところでも、うん、まあ、売れるでしょう。うん、であとはね、考えとかないけど、メンテナンスの場所なんですけど、うん、なんかね、なんとか、吉なんとか、なんて言いましたかね、なんとか、古賀なんとかインターってあるんですか、古賀、どこですか、ね、北九州と博多の間、あたりで。ああ、ここがですか、はい、なんか、あたりに何か作ればいいんではないかって話もあります。いわゆるそのメンテナンスのための高速道路直結のですね。なるほど。まあ、しょっちゅう壊れる以上はですね、うん、ちゃんとまあメンテナンスできるっていうか、まあ、いわゆるペットと一緒ですから、うん、病院がいるでしょ。だからやっぱり、車の病院がないと、やっぱりできませんからね。うん、さて、そこまでは先週やったんですけど、うん、右を見てください。今日、重大な発表がありまして、はい、メキシコの大統領、ぶち切れまして。アメリカの国境税に怒りまして、うん、なんとこんな法律を出しますと、うん、米国産コーンの輸入を停止し、うん、カナダ、オーストラリアから買います、うん、このことをオーストラリア大使館に教えてあげた、喜んで喜んで、うん、今もうその中国もですね、増産増産になってるんですが、これ米国産コーンってこれ遺伝子組み換えのコーンもちろんですよね、なんとオーストラリア側はですね、うん、客度とセットでモンサント社が嵐回ったという輸入国、農業食料品輸入国なんです、あのね、コーンに関してはモンサントにやられちゃって、うん、輸入国に転落してしまった、あ、もういわゆる一番モンサントの被害を受けて、あ、まあナフタでやられてる、ね、そうそこなんですね、そうですね、で特にあの当時はカナダで有名な判決出るまでは、うん、花粉が飛んでよそに移ったら、うん、その移された方が賠償金取られてたんですね、ところがそれはカナダで、うん、いやお前のところは遺伝子汚染したっていう判決が出て、うん、で発生源の方がで、さらにモンさんと何やってたか言ったら、うん、自家採集して巻いたら罰金やれてやってたんですね、ああはいはい、そうです、だから毎年種を変えた、はいはいはい、それでね、それが不正やって訴えられたら今度ね、うん、毒を持っといて、うん、自殺する種子って芽が出てきたらプンと死ぬように、あ、はいはいはい、芽が出ないようにしたっていう、ね、この絵ぐいですね、まあ、それ、それこそプラスチック米と同じなわけでしょ、プラスチック米ね、一体何考えとんじゃっていうのをオバマが擁護していたと、まあこれすごいことですが、うん、石川さんこれ困りません、これ大変なことですよ、ね、これ買い負けます、買い負けますよ、日本にも回ってこなくなって急がないといけない、今月に入ってですね、うん、こんなことも最近近くの京都のスーパーでも、うん、オーストラリア産牛が、うん、あのステーキ2枚1200円で、米国産が2枚で580円っていうのを出して倍以上違ってないです、ちょっと古くなったらそんなことがあってですね、どうも値段が逆転してしまいまして、うん、米国産牛がどんどん余るという事態が起きております。そう、ね、結局遺伝子組み換えの飼料を食べてるか食べてないかの差っても大きいですね、やっぱりね、うん、とうとうバレてきたみたいでして、うん、だからあのオーストラリア産がいかに安全かってみんな分かってきたんで、だから今日なんかうちの近所のスーパーね、アメリカ牛だけいっぱいあるけどもうどっさり積んであったけど、あれ明日以降全部半値のフライ払われてるんじゃないかなと、そんな感じですね、うん、そうなると買う、宝石なんかでもあれでしょ、うん、ものすごい OG が売れてるんですよ、売れてますね、うん、で私もだからその買い出しに行かされて、日曜日の時にありませんって、うん、いつ入るって聞いたら、うん、お客さん日曜の午前に入れますとか言われて、わあ大変ですね、うん、もう午後3時までに行かないとダメとかね、うん、買い負けてしまう、うん、早くやっぱりみんな知ってますね、うん、まあ、我々 CM しすぎちゃったかもしれませんけど、ね、CM したらほとんど本人に回ってこないいや本当そうだ、買えないですよ、うん、そうオーディーってことになっちゃって、でもまあ食の安全に対する意識高いのと、アメリカのやっぱり遺伝子組み換えがいかに恐ろしいかって分かってきましたからね、でさらに今オーストラリアがあのですね、特に北部準州って北部の方で、はい、あの原野を切り開いて大増産中なんですけど、うん、なんせ中国がさっきツバつけてるんで、うん、まあ中国がものすごい品薄解消まであと2年かかります、うん、すごい左内輪のような状態です、うん、あ今だいたいオーストラリア産がアメリカ産に比べ昔 0.75 ぐらいだったのが 1.2 に近づきつつあります、逆転して逆転してますね、それでもオーストラリア産が売れると、うん、やっぱりホルモン剤と子宮がんとかいうのもかなり広まりました、あれも怖いですね聞くと、乳がんとかね、そう
現にアメリカ産牛が、あの BSE でね、うん、禁止になった時期5年ぐらいあったんですよ、うんうんうん、やっぱりねその時期ね子宮がんとか少なかったっていうと、ああ、説得力あるね、ものすごい説得力ある怖い怖い。そう、あの時期はね米国産牛止まってて吉野家があの牛丼作れなかったんですからね、うん、あの間にすき家が頑張りまして、いやだからケンタッキーフライドチキンなんか最近ね国産のね、うん、鶏を使ってますっていうか、なんでそこに餌が非遺伝子組み換え言わへんねん言うてるんですよね。ああそうですよね、いやなかなかね、マックとの差別化をつけるためにはね、まあ、それ言うたらええのにね、そう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 、昔ありましたね豆腐ナゲットってすぐ終わっちゃったから、ね、あれは美味しくなかった、美味しくなかったですね、でもあれってね遺伝子組み換えて噂広がっちゃったね、あそうだっけ豆腐、ね、大豆が遺伝子組み換えなかったんですよ、うん、そういう食べ物か、いやいや、あれ単にまずかったんですよあの豆腐ナゲットあれはもうちょっと工夫してほしかったですね、はいはい、ではじゃあお題に戻しましょう、はいはい、そうだからメキシコのね、うん、その反発がですね、うん、日本にえらい影響になる、いやでも、ね、ああいうことになっちゃうとなんか世界貿易がやっぱりあの保護主義の方で動くんじゃないかと心配になっちゃいますね、うん、日本のとばっちりですよ、いやいろんなもっと他にとばっちり出てきますよ、客度とセットで提案しますってのはすごいですねもうね、あと南米の方にもオーストラリアとか種屋さんが売りに行ってるみたいな、うん、トウモロコシがね、しかも遺伝子組み換えじゃないから、まあ、2年目からそのまま自家採集してもらうのも結構ですよ、客度とセットで、素晴らしい、もうモンサント排除の動きが世界全体で、まあ、大体2メートルかぶせればなんとかなる、うん、森戸ですか、森戸2メートル、森戸2メートルそうそう、あの大丈夫です作物だから、いえ、はい、で次は、まあ、ベンゼンが出るわけじゃないし、じゃあ、お題をお願いします、はい、はいはい、なります、そしたら次は、うん、教育国際とかそっち行きます、はい、じゃあ石川さんどうぞ、はいはいはい、じゃあ石川1位をお願いします、はいはい、なんかまた次々最近もまたなんか実現してるようで、はい、どうぞ、はい、石川1位、あれまだちょっと反応が悪いですね、ちょっと悪い、行きます、そっちも動く、あ、はい、あの今週の成果どうしましょうかね、食品安全を先にやっちゃいましょうか、あ、フーデックスジャパンは3月7日から10日ですけど、はい、取材に行ってまいります、 あ、はい、あ、もう届いてます、うん、はい、あれですか、はい、そこビッグサイドですか、はい、はい、じゃあ今週の成果ということですね、うん、ギャップ認証取得の支援をしろとですね、あの言い始めたら続々と決定をそのようですね、素晴らしい、していただきまして、うん、ああ素晴らしいね、はい、はい、まず日経新聞が、最近日経新聞がです、あの日経新聞がこのネタいろいろとね、うん、食品安全の話を、いやだからやっぱりあの人が辞めたから、ね、この編集のデスクがほら捕まったでしょ、え、なんないですか私だけ、え、迷惑行為、あー地下鉄東西線、あー、それで言うようになったんですか、それ以降なんかちょっとなんか生活保障路線ジャンプ変わってきましたね、今までは ね、 ね、遺伝子組み換え体にいいと思う、いや遺伝子組み換えの餌が日本の農業を支えているとか言ったことは、ねえ、日経新聞の記事ですけれども、東京五輪で国産食材提供へ政府が安全認証取得後押しという記事がありまして、うん、あのオリンピックの組織委員会がですね、うん、この夏にもですね、うん、東京オリンピックに必要な食材の供給計画をあのまとめると、はい、当然あのどういうですね、うん、あの認証基準でですね選ぶのかということにも入ってくるんですけれども、まあ、それを受けてですね、政府は、認証取得、ギャップ認証取得のですね数値目標を伴った、うん、ギャップ取得計画を作成する方針であると、でなおかつ普及に向けた活動費も支援するということで、まあ、まずあの農水省がですね2017年度当初予算で、まあ、ギャップ普及に向けた研修費などに5600万円の予算を確保したということですね、でこれやっぱり早急かつ全国規模でのですね取得支援が必要になってくるということで、もう早くですね認証取らないとオリンピック間に合いませんので、あの1回で合格できるわけではなくてですね、うん、やっぱり不備があればあのその都度回収してもう一回申請って方こっちになりますから、これ石川さんあれですよ、本当大河原雅子さんあたりが言わなきゃいけない、この間のね区議会でね、そのネットの人がね、うん、言うてたらね、いやこれ取ってないから無理ですみたいに答弁されちゃってるんですよね、そうせっかくねだからオリンピ東京オリンピックの時に世田谷区はあの大倉であの、うん、アメリカの選手団ですね、合宿をするんですが、うん、でそこであの世田谷野菜を提供しましょうってネットの方おっしゃってたんですけれど、うん、あの現状だとですねあのギャップ取得してないので、うん、あの提供できません、うんうん、そうそうなんですね、
いやもうそういうね、提供しましょうだけじゃなくて、提供に向けてギャップ取得の支援を区でもしましょうって言わなきゃダメだったんですね。ちょっと詰めが甘いですね。一応ね、まあ、あの今度の区議会出てくるんですが、はい、保坂さんに聞いたら前向きでしたよ、うん、あ、なるほどなるほど、一応さすがですね。通称石川予算とか言ってほしいですね。でも最近ね、2週間でこう反応する、1週間になりましたね、最近。はい、で次、はい、で、あの続々とですね、あの各県でもですね、あ、群馬県、はい、あら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 、いいですね、川場村の群馬県、はい、はい、まずですね、読売新聞の記事です。岐阜はですね、うん、やっぱり認証取得支援にってことあれですか、福島方式でやっぱり県と国で全部ってこと、ですね、群馬じゃないですね、岐阜は人材を育てるとしてですね、当初予定の、うん、当初予算案にですね、うん、1600万円を事業費として岐阜県盛り込んでいるということなんだそうですね。で、県の農業者及び指導員約100人に研修を受けさせて、認証取得を目指す生産者のもとへ派遣して、うん、まあ、取得に向けた指導を行う。まあ、ここを直さない、直した方がいいですよとか、そういうことですね。で、生産設備や出荷施設の改修費用も半額を助成するということでですね、岐阜県ちょっと頑張っています。なるほど。はい。なるほど。で、その他ですね、記事でちょっと目についたのが、群馬県。これもですね、縄文新聞の記事になっていました。はい、そうですね、これはですね、本当もっと JA ももっと旗を振るべきでして、で、ね、あのこれぜひね、うん、考えた方がいいですね、うん、で、あのそして長野県もですね、うん、これも予算がですね決まりまして、はい、コンサルタントに指導を委託しましてですね、ひらめきましたよ石川さん、はい、同じ石川って石川かすみちゃんを使ってこれの普及を図りましょう。あの人 JA、 ね、JA 所属ですよ彼女は。あ、そうなんですね、石川かすみちゃん、そうですよ、なるほど、あ、そうですね、うん、どうですか、あの全能の方これやりません、これね、全中さんこれやりましょうよ、これね、いいですよね、ね、あのちゃんと GAP をみんなで取りましょうとか言って運動やりましょうよ、はい、まあ、だから国主導でね、ご希望じゃない、うん、そうそう、これがね強い農業よ、そうで、そうで、攻めの農業、攻めの農業やろうと、ね、まずその資格取得をしなきゃいけない、そうですね、小泉進次郎さんもね一生懸命旗振ってるんで、ね、うん、ああ、そうそうそう、進次郎さんも知ってくださいということで、ね、はい、よろしくできることですからね、そうですね、はい、はいはい、ということでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、で次のページお願いします、はい、うん、はい、ということで食品案でちょっと、うん、復習になりますけれども、はい、じゃあなんでこんな話が出てきたかというとですね、この番組1月から私は声を大にしてですね申し上げていたんですが、うん、結局東京オリンピックではですね、食材提供、選手村で食材を提供するのにオリンピック委員会の基準を満たしていないものは提供できないということで、うん、グローバルギャップの取得というのがですね必要になってきているというのがようやく記事に なって報道されるようになりました、うん、あ、いいことですね、はい、はい、で、東京オリンピックの食材をですね、このままだと結局取得率が非常に低いので、うん、国産で確保するのは難しいという状況になっていまして、うん、でなぜこれがですね、ギャップ取得が進まないかというとですね、国内市場でメリットがあるというふうに農家さんがに伝わっていないというところに、ね、うん、これは小池さんどうなんですか、うん、東京としても林田さん、これは小池さんやるべきでしょう、うん、そうですね、まあ、増田さんの時に、うん、東京 X っていう、うん、東京の畜産物のブランド化っていうのは結構やってたんで、うん、まあ前任者と同じことやってもやりたくない、うん、あんまりやりたくないので、いやだからそれを東京ブランド作るんじゃなくて、はい、JP を下村さんチャンスよ、こういう時ちょっと下村さんさ、今度の都議選のこと考えたらさ、そういうことを大々的にぶち上げたらどうですか、いやだからね、小池さんはでも今一番売りにしてるのは3つのシティで、うん、ダイバーシティだとか、うん、セーフシティとか、うん、まあ、そういったね未来都市をアピールしてるので、うん、だってセーフシティの根幹は食の安全ですね、そうですよ、これはやっぱり生活方針、そこがまあ、実際に結構小池さんを支持する人にとって困ってるのは本当に小池さんはカジノシティでしょ、いやいや、むしろ女性の女性活躍とかそういう方法で、うん、でも女性活躍しよう思ったら、うん、やっぱり食品が安全じゃなかったらやばいじゃないですか、いやだからそれで、ね、なんか農家さんのね、女性の方はなんか、うん、レディース軍団を立ててね、うん、小池軍団作ってアピールしたらいいんじゃないですか、いやでもなんか都民ファーストもね女性全然いないですからね、一人しか
え、それはちょっと、いや今はそうですけども、なんかその候補者の都知事の候補者が多いです。いや、昨日オンエアのやつなんで。ああ、そこそこ、あれですね、いやまあ、だから、都知事さんだってね、増田さんはなんか都市農業振興ってすごくおっしゃっていて、いろんな関連の場所に足を運んで、まあ、私の立場であんまり言いたくないですけど、やっぱり、玉っていう点は、ちょっと弱いかなっていうところは、泣きにしまらず、だから、玉地区は増田さんがちょっと強かったですね。あの、ちなみに2020年の3月に、あの、高井戸インターンを用意できますので、素晴らしい。で、この非遺伝子組み、これね、実は2月5日にね、私がその自民党のある議員のパーティーで、1200人も来たのね。そこでもなんか見せたらね、えらい受けてた、これ。ほんで、あの、山梨県の県会議長とか、地元の市長さんとか見せたら、これいいわー言ってた。やっぱりこれ、食ですよね。これね、これですよ、これ。あ、ちょっと、はい、このマークを。はい。一応、これ、番号来た。ね、もうすぐだと思います。番号来たらツイッターのやつこれにしましょう、標識。これね。これ。ツイッターこれでいきまーす。これなかなか、石川さんとか美術さんなかなかすごいですね。かわいらしいマークです。まあ、これで食の安全をね、アピールして。これでね、中国人。今度ね、うちわとかにしてね、これね、うちとかでイベントとか。これあのね、上海のね、中国人見せたら、喜んでた。ああ。いや、中国の人も食の安全すごい、日本より敏感でしょ。そうなんです。あっちは国内がもう怪しいもんばっかりだから。そういう言ったでしょ、あの、しょっちゅうね、あの、こういう食べ物で変なもの打って死刑になりましたばっかりを放送するのか。そう。それでもなくならないのが中国だよ。そう。一体何人死刑にしてるんでしょうね、中国は。いやー、すごい数。ね、これ道の駅とかでね、こういうの配ったら、そうですね。うちらにこれからね、暑くなってくると。食べ物です。あ、だから、また食品学も今回は、今まで8ブースだったら10ブースだったと思うので。そうですね。ブースみたいな、この土管の形が。やっぱりそしたらもう出てんのが、もう食品安全のブースがものすごく増える。やっぱ攻めの農業。攻めの農業。だけどね、去年、一昨年だ、中国人の遺伝子組み換え禁止になってショックにね、中国のブース行ってね、私たちは遺伝子組み換え使ってませんって言うけど、あんたら去年までやっとったよ。そんなこと聞いてませんと。そう。そんなことありませんと。それは台湾でしょうとか言って。ああ、なるほど。いや、でもなんかね。やたらに中国と台湾は違います。違います。もう強調しますから。もう中国ね、私たちはそんなことしませんとか言って。お前ら去年までやっとったやろうが、人体実験で、ね、あのデータ取ったし、まあ勝手なこと言うてるけど、まあでも世界全体の流れがそうだから、日本もこれもいち早く食の安全をどんどんアピールして、日本からやっぱり売っていけるよね。あれは言いましたっけね、あの話、あのブラジルとオーストラリアがいつも一緒にされちゃうんです、同じブースなんですよ。あれで面白くてね、あのオーストラリアであの牛乳の搾りかすのね、あのクッキーを配ってたお姉ちゃんがいて、まあ前言いましたよね、オーストラリア人は日本人が遺伝子組み換えではないということを知らないということを知らないって時代だったんで、そしたら分かったけど、ね、GMO フリーって大きい声で言ってみって行列ができたとかね、そしたら横にいたブラジルのブースの人が悲しそうでしたよ。ブラジル、ああ、なるほど。ブラジルの人が。あ、なるほど。お隣でくっついてる。お隣で、私たちは遺伝子汚染されちゃいましたと。ねえ。まあ、あの、南米は結構やられましたからね、アメリカで。そのことをですね、アントニオ猪木に言ったアントニオ猪木怒ってましたよ。彼、ブラジル出身で。そう。え、そんなことなってんのかとか言って。それはもう、ダーだ、本当に。それは、ダー、めっちゃ怒ってました。なんとかならんのかとか言ってやっぱ食の安全ちょっと猪木さん最後皆さんに元気になってもらうため猪木さん自身は結構向こうの方で日本人コミュニティが人気のある人なんでなんとかしないかんとか言って、まあ、猪木さんね猪木さんも実はオーストラリア産のなんかの向こうへのあれやってるみたいですね、あそうなんですかそのまず種がおかしいなどうしたらいいかとなかなかね猪木さんも、まあ、遺伝子組み換えに対するね、危機感を持っていただければね。はい、いいことです。で、次、石川さんかな。石川2です。石川2ですね。そうですね。はい。ということで、宣伝を切ったのがですね、福島県でして、これ2月の頭なんですけれども、認証経費を全額補助すると。素晴らしい。これは素晴らしいですね。で、生産者向けの研修会を開いたり、指導員人材をですね、養成したりするのを支援するとかですね。で、取って取得して終わりじゃなくて、取得した生産者の取り組みをまた県がですね、ネットで紹介をしていくという形で、非常に至れり尽くせりという形でですね。
これモデルパターンにして全国でやればいいですね。そうですね。ダッシュ村でやるとか。いや、そこちょっとお願いします。ダッシュ村福島にあるんでしたっけ。ダッシュ村福島にありますよ。そう、いや、福島にしたのか。いや、村は移転した。村はもうあんま放置です。だって、あれはもう除染不可能な場所なんで、そう、あそこ。別のところで、今出張、そう、出張だ、ダッシュ自慢になりましたんで、愛媛県の。愛媛県の。いや、だってここもね、福島もね、あれ、震災まではね、酪王牛乳さんとか結構乳製品で、ノン GM っていうの売りにしてるの結構あったんですよね。原発事故で、まあいろいろね、皆さん、風評もあって、まあね、山梨のね、甲州千鳥さんとかでもやっぱり本当にうまくいってますね、この遺伝子組み換えではないっていう。いや、だこれは本当にもう福島をモデルケースにして全国で、これはもう国が旗振ってですね。そうですね。やっぱり安全なものしか今流通しないっていうのをみんながね思ってくれればね、ぜひこのマークも広めていただければと思います。いや、もう来たるべき衆院選はこれはもう生活保障。うん、改革ということ で、 そうです、ね、これを掲げたところが食品安全を第一に掲げてですね、あ、いいですね、これはもう子供たちの未来のためにとか言ったらいいんじゃないですか。いいですね、なんかますます米付け作戦が、米付け作戦、はい、でそういうわけで衆院選の目玉にですね、教育国債なんて話も出てきて、あ、そうですね、石川さんの方に、はい、はい、あ、まだでしたね、食品なんで、小之助ちゃんがありますね。はい、はい、はい。で、ジャス認証もですね、製法管理に対象を拡大するというようなですね、農水省の案が出てきまして、ジャス法の改正案の骨子が、提示されたと。で、認証対象範囲を、製法や生産管理方法に拡大して、ISO の国際規格をですね、取得しやすくして、東京オリンピックでの国産食材活用や輸出拡大へというふうにですね、持っていきたいということで、JA ギャップとこの JAS とですね、車の両輪になるんですかね。これは早く JA ギャップ、国際規格に合わせてくださいね。はい、そうですね。はい。で、そんなこと言ってる時に、米の産地偽装なんていう話が出てきましたから、けしからん。これは、まあ、これ JA がやったんでしょ、はい。だからね、もうダメです。中国だったらこれしたら死刑。そうなんですよ。ですからもうこれはやっぱりね、産地偽装などに関する罰則強化は、ね、必要ですね。昔どっかの大学の先生が、遺伝子組み換えのウイルスかなんかを、シャーレを溝に捨てたというとんでもない説。奈良県立医科大かなんかですよね。なんか実名出ちゃいましたね。あれもだから、あれも昨年取り上げましたけど、結局カルタヘの方に罰則規定がないんですよ。いや、いけませんね。だから結局そういうのがいつまでたってなくなるんだよね。これね、でもね、そのエンゲル係数が上がったとしても、病気にならないんだったらね、医療費これはね、非常にいいんですよ。そうですね、医療費の増大抑制のためにもですね、食品添加物のやつをなんとかするとか、ね、臭素酸カリウム禁止っていうの誰か言わないかね。それだけで全然変わりますね。あ、次ね、その千代田区のさ、区議選で、千代田区の条例を作って臭素酸カリウムを禁止しますとかいうの言ったらいいかもね。あと食品トレーサビリティですね。今トレーサビリティがあるのって米と牛肉だけで、その米ですらこういうことになってるわけですから、そうそう、これはちょっとね、あとはですよね、世田谷みたいにもうね、もうマーガリン追放完了、遺伝子組み換え追放完了、放射能測定やってますと、で、あと今年とにかく目標として、マーガリン、あとあれだ、イーストフードもね、最小限にしろっていう、これもね、イーストフード追放までいかなきゃならない、なるほど。まあ、ですからやっぱり攻めの農業というからには、本当に食品安全で国産農畜産物の付加価値を高めるということで、でしかもそれ、食料安全保障とか環境保護の観点からもですね、都市農林水産業の方が必須で、だからこそ都市農業振興法なんかもできてね、都市の緑化率の向上につながるので、都市農業を支援しようということになってきているわけですから。これはね、本当にやっていかなければいけないということですね。いいじゃないですか、日経なんて食品安全横に置いてた、日経が変わったわけですから、ね、やっぱこうビジネスになるんですよ。いや、それとか、なんか日経とかね、本当に東洋経済とかね、ダイヤモンド、それこそダイヤモンドでこんな農業特集やっちゃってますからね。えらいことになります。もう儲かる農業ですから。そうそうそう、これで5年前のね、その野田基準の TPP の時代だったら、こんなん全部丸裸にするつもりだったわけですからね。そうそうそう、日本の農業を壊滅させるような、
これ考えたら日本の農業ここで世界に攻めていけますよね。そうですよ、ね、安倍さん分かりました。だからもうね、写してくださいね。いやいや、これダイヤモンド、はい、最新号かな。これ先週出たものですね。あ、はい、そう、はい、農業特集ですよ、だって儲かる農業です。すごいです。これはもうね、食品安全っていうのをね、うん、もっともっと前面に出していくべきなんですよ、うん、で面白かったんですけど、この結局あのギャップ取得を支援しなきゃいけないっていう理由で、うん、結局生産過程の、あの管理とか効率化っていう項目が入っているので、うん、それをやるとですね、安全性を高めるだけじゃなくって、うん、あの農業の作業の手順の効率化とかですね、うん、になっていくので、あの農業の農家の経営にもあのいい影響が出るよっていう話があって、それはちょっといかにもダイヤモンドっぽくていいなと思いますね。だから農業の生産性が高まるってことですね、うん、産業として。なるほど、なるほど、さすがですね。それはそういうのもね、だいぶ出てきましたね、うんうん、だって今まで農業ってのはね、補助金じゃっぷりないとやっていけないっていう、うん、ねえ、だって小学校で三ちゃん農業とか、そう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 、ね、でもさ、で兼業農家、今度今小学校とかプログラミングも必修になってきてるんで、やっぱりね、農業のこと考えたら、うん、農業管理ソフトみたいなのを作って、うん、そのね、クラウドでやった方がいいですね。あ、はいはい、あの共同で利用できるようにしてね、うん、あの誰々の田淵さんとかの牧場の牛1番、うん、2番とかにして、うん、あのそれ JA がちゃんと温度振って、あね、会計上あれですよ、飼育中がね、うん、建設仮勘定みたいなもんです、あの実は。なんだろう、で、あの、あのいわゆる牛乳が出るようになったら、うん、そこから減価償却ですからね。なるほど。いや、結構論理的そうなんです。そうですね。で、肉牛は棚卸したんですから、ね、うんうんうん、肉になってから始めて、ね、いやいやいや、その、うん、出荷する段階まで棚卸したのあれと一緒で、はいはい、で、乳牛に関しては減価償却固定したんで、うんうん、減価償却したんですからね。まあだからそういう風になってきたけど、なるほど、なぜあの、まあね、学校もだって最近はなんか農園とかで食育やってますからね、うん、あのプランター、それこそプラン都市部だとプランターなんかですね、やってますね。 IAS43 号で農業ですよ、うん、リファンスで、うん、やっぱり特殊だっていうのもちゃんとこう数値化していこうっていうことはありますからね、うんうん、やっぱ会計でちゃんと処理できるように、うん、そうですね、そうですよ、うん、そういう質問が来た時にちゃんとまともに答えろよ、会計士協会本部。何それってみたいな。そう、田淵さん質問にはちょっと答えられないでしょうね。それは何やってんの。基準に欠けてるから指摘してんのにね、なんでさそれって。会計士に聞けって、お前のところが量産してる会計士にいい加減なやつが多いから東芝事件が起こるんやろ。でしょ。なるほどなるほど。だいぶ前から分かっても見抜けなかったって言うけど、うんうん、まずシステムの分からん会計士全員再研修せえって、うんうんうん、本当にね、うん、はい、はい、石川さんにお願いします。はい、石川の3、はい、はい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 、あ、これ3でしたね、ごめんなさい、4でしたね、失礼いたしました。はい、ということで教育国債なんて話が出てきて、これはもう石川久美子だけじゃなくて生活保障の大勝利なんです、うん、いやはい、教育国債を検討するということで、まあ、無償化に向けてですね、うん、はい、財源を確保しようということですが、はい、大学などのですね、高等教育の授業料無償化の財源として、うん、まあ、市と教育に限定した教育国債の発行を検討するということがスタートしました。これなんか政権の目玉にっていうんですね、はい、人への投資というのをですね、次期衆院選の目玉にするということですね。なんかかつて民主党が言ってたようなこと、ね、要するに野田武志を引退させれば済む話ですね。あ、なるほど。熊本原因区だし。ああ、なるほど、ね、はい。野田さん引退。はい。あんたがいかん。野田武志さんがいかんと。野田武志さん相撲ですよ、はい。今度区割り変わるんでしたっけ。そうですよ。あそこ一人減るのよ。あ、はい、野田さん引退。はい、さよなら。はい、さよなら。はい、じゃあ私にもどこか行き場をお願いします。なるほど、あなたの会で柳本さん落ちたんやから。はい。はい、で春に中間報告を出しまして、はい、で政府としてはですね、骨太の方針への明記をするということを目標にしていくということですが、これ非常に分かりやすいですね、うん、グラフなんかが載ってたので毎日新聞に持ってきましたけれど、はい、この学費の異様な伸び率、そうすごい値上がってるんですね。異常ですね。国立大学でこの値段ですよ。いやもうね、バイトしてなんとかなるとかいうレベルではなくてですね、これ下手にバイトをするとですね、ブラックバイトで授業にすら出てこれないとかですね、本当そうだ、具合悪くて休んだら罰金かとかですね、恵方巻き買い取れとかそういう話になってくるんで本当だよね、じゃないですけどね、本当学生には勧められません、はい、基本的にそうなのね、うんうん、だからやっぱり授業料の問題あるので、うん、ぜひですね、まあ
どんなに高くても一月4桁、うん、そうですね。僕はね一月1000円ぐらい、その本当に必要なのはね、うん、学生証の発行手数料とか、はいはい、まあ、その辺まではいいでしょ、さすがに。学費こう何十万も取ってるってはね。だからこれは大学院重点化が悪いんですよ。本当にそう思う。これ。イラン大学院いっぱい作りすぎましたね。だから地方大学の大学院をもう来年4月から払い下げ開始。ね、で地方の研究機関にするんですね、企業の。だからね、北陸とかそうでしょ、IO データとか YKK とか会社あるでしょ、そこに払い下げ。ね。いらないですね。うん。それと、あの全員あの文系も数学必須にします。はい、ああ、いいことですね。まあ、だから出口保証をねきちんとすればいいと思うんですよ。そうですね。で無償化するからにはやっぱり出口でちゃんと保証してあげようと、うん、はい、あの大学出てたというちゃんとした学力が身についているよということをですね。うん、これなんか試験とか導入したらいいと思うんですよね。あ、国家試験、大学卒業、うん、で大学卒業認定試験みたいな、ね、ああ、高校卒業認定試験みたいな。でそれをその指導をですね、うん、あの OD、PD の人にさせればですね、私にも職ができるという。それとね、2022年から、やっと GHQ の、うん、あの呪縛がなくなりまして、うん、いわゆる数学と物理の間を埋めるものができます。じゃあちゃんと。あの物理学科の OD の方、朗報ですよ、うん。まず普通の大学の教育大学出た人間に教えれない内容なんで、うん、微積物理とか。その辺の人材が必要な、あの私の本の第12章の後も書きましたけども、うん、はい、そのリー軍リーカーの関係とかもね、うん、全部教えますからね、皆さん期待しておいてくださいね。ここでやっぱりレベルをもう一回そう、そして数学のできない経済学者を全部オミットしろって私の考えなんで本当そうですね、うん、数学のできないやついらない、うん、ね、それから外国語3つにしろとかね。あ、いやでもこれは本当に大事ですよね、外国語も、ね、それと山口さんすごい統計見つけた、そうネイティブスピーカーの数じゃなくてマザーランゲージ、うんうん、1位はもちろん中国語ですね、はいはい、2位がなんとスペイン語であることが分かりました、まあ、そうでしょうね、ああまあそうですよ、それだって南米がもうとか、そうでしょう、うん、そうそう、マザーランゲージって考えると、マザーランゲージと考えると英語より多いんです、うん、そう、もちろんもちろん出生率の問題もあって、うん、増えてますよね、増えてます、うん、はい、というわけでですね、うん、安倍総理施政方針演説でも高等教育無償化を主張していますし、うん、衆院本会議でですね、経済的理由によって進学を断念せざるを得ないことはあってはならない、必要な財源を確保しつつ、うん、しっかりと取り組むと答弁されているということですね。そこに小坂さんに聞いたら、ね、うん、そのちょっと前向きの言ってました、あの、うん、中一小一問題の話、うんうん、うん、なんか保坂さん生活保障、石川さんどうされてますかって言うから、うん、今生活保障で頑張ってますって言ったので、うんうん、ぜひ頑張ってくださいとか言いますけど、うん、で保坂さんもちゃんとあのそういうのと、ね、拾い上げてもらって、うん、そうですね、うん、それでなんかこれあの教育国債はあのなんか財務省とあとまた麻生さんがなんかちゃちゃ入れてましたよね。麻生さん財務大臣兼ねてるからしょうがないけど、うんうん、野田武さえいなければじゃあ OK なんですね。だから財務省としてはね、はい、できるだけその一般的にプライマリーブランチをね、うん、保つために、いやそっちが優先だから、ね、財務省はそれするの仕事やからね、うんうん、そうそうそう、でそういうのにその、うん、教育国債を作るとね、うん、それがもっと遠のきますよね。そうそう、だから財源を考えるのが政治家の仕事ですよ。教育国債をね、うん、これをねあのキーにね、うん、あの解散総選挙を打って出てね、うん、そこに憲法改正ときつけてやるわけですよ。わかりますね。憲法改正も9条も可見するけれども、うん、今回の改正の目玉は25条、26条、27条ですと。なんか人は組み込んじゃないですか。あらあらあら、偶然にも。待ってください。それじゃあ、あの空いている選挙区にあの目玉候補が。これやっぱり、新東京国というのもあるんですよ。新東京国も。これね、しかも前回も出てきましたけど、はいはい、そうなん、前回ね、はい、写真がね、小さいというクレームもあったんで、ちょっと紹介しましょう。まあ結局家庭の教育費負担軽減というのは最大の少子化対策で、はい、景気対策につながるわけですから、はいはいはい、まあ、制度設計を急がなければいけないわけですが、はいはい、これはですね、あの家計の話と絡んでくるんですけども、うん、わざわざ憲法でやらなくてもですね、個別対応でいいじゃないかという人は多いんですが、うん、でもそれできてないわけでしょ、今で。憲法でですね、もうトップダウンでやらなきゃいけない理由が真ん中の段、緑のところに持ってきました。はい、なんと日経新聞、さっきちょっと褒めたんですけど、今度はこき下ろさなきゃいけない、ね。あの高校無償化に潜む財政の資格、小池氏の口火。結局、自治体のポピュリズム競争を生み出す。小池ってどの小池？あの都知事です。都知事、あら、あ、え、都知事反対なんこれ。そうなんです。え、
小池さん高校無償化反対なの、うん、これはいかんですね。あ、いけませんね。やっぱ都民ファーストでやってもらえない。都民ファースト違うじゃないですか。だからね、だから結局自治体に任せないで、これは国がもう全部責任を持って制度設計をして無償化にすればですね、うん、自治体によって格差が生じないということになる、うん、だから義務教育の小中と一緒ってことですね。そういうことです。ロシアだからね、あれですね、うんうん、林田さんどこ行っちゃったの、うん、あはいはいはい、そして、またあのアゴラのですね、うん、池野信夫さんがこれはみんなの党の応援団の方、池野信さんはまたね、はい、高校無償化は子どもを食い物にする教育ポピュリズムだ、ばらまき競争だ、革新自治体の老人医療費無料化の子ども版だとね、えらいこき下ろしてます。まあ、ありがとう、暴言が多いですね、この人は。だけど私、京都でね、うん、うちの長男とかね、うん、子供生まれた時、はい、200円にして払ったの。あ、やっぱりそういうのを病院に払ったの、うん、全部で200円と、はいはい、だからちょっとこういうこと考えなきゃダメですね。でも高校のね、無償化がポピュリズムっていうんだったらね、うん、その大学の無償化はもっとポピュリズムですね。いや、だから同じことです、うん、だから、うん、あの要は義務教育以外のところで金使うなっていうことを言ってるんですけど、それはもう時代錯誤も甚だしいんで、うんうん、で今日の東京新聞見ました、なんかその、うん、正社員を前提とした返済がおかしいだとかで聞いたことあるよ、うんうん、あれなんかね、叫んでいることになる。これはその、うん、でこの三谷さん、はい、ですね、うん、ちょっと池田信夫さんが応援しているみんなの統計の方ですね、あら、はい、あら、お写真なんですが、はい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 、あら、でこっちの方は誰でしょう。右の方は三谷さんですね、あの元みんなの方ですね、はい、このなんか、はい、区割りで世田谷区だけで完全に2人になるんで、はいはい、さっき三谷さん二子玉でよくお見かけするんですが、一応動いてるんですか。いや、手塚さんと、まあ、住み分けを狙ってるのかなという気もするんですけど、何党でって、まあ、みんなの統計の人だから、でみんなと今ないじゃないですか。でこの下に、お隣の方は世田谷区の方で、あ、最近ねよく一緒につるんでらっしゃって、あら、これ2月12日かなんかの自身の会合の状況ですよね。やっぱ彼女もみんなの党に近い方ということですね。でもこの人元民主なんです。そうそう、あら、民主なんだけどみんなと応援してるでしょ。で、三谷さんを応援して一緒に選挙演説とかをやってたのに、当選して連休が終わったら次世代の党と組んだ、あら、なんか節操ないですよねなんかいろいろ遍歴のある方なんですか。党よく変わるなぁ、あの男性遍歴じゃなくて政党遍歴の多い方ですか。なるほど。いや、維新にもねちょっと色目をっていう時期も、ね、あら、終わりでしたけど、ね、なんか何もうどこでもいいから選挙に出たい人なんですいや、でもお母さんは有名なあの日大の先生でよくワイドショーに出ておられる方ですよ、あの佐藤綾子さん。あら、ということは保守も保守じゃないですか。安倍晋三の側近だからね、自民かと思ったんですけどね、うん、なんで娘さんはじゃあ自民じゃないですか。いや、これどう見てもみんなの党に見えるんですけど、ね、最近だからまたいっぱいツーショットが出てきているので、あらら、またそちらに接近をされているみたいな、そんな感じですね。これはご自身のブログとかなんかに、あのご自身のサイトにももうちゃんと出てますし、うん、じゃあ私はみんなの方を応援するんだということは、でもこの、でも三谷さんのウェブサイトを見てたらこの方の名前が出てくるわけですよ。三谷さんは頼りにしてるんですね、この方のことを。三谷さんはね、なんか抜群のネットワーク力を誇りますとかで、三谷さんは最終的にどっか自民党からあるんじゃないでしょ。もちろんでも無理でしょうね。ねえ、絶対無理でしょ。でもね、ちょっとまあ語弊あるかもしれない、でもこの女性多分ですよ、はい、世田谷区の中では本当にハイスペックの方ですよ。ほんとに賢いし英語もうまいし、だ結構政策通な方なんですか。もうそうですよ。うん、だけどなるほど、ちょっとブレインが悪いのかなという気はしますね。本当になんで三谷なのって。ああ、なんかどういうつながりだから結局港に近づいたいとか、子育てとかを結構重視されてるのに、うん、みたいな港、うん、だってなんか最近も三谷さんはその自身が立ち上げたあの、うん、NPO かなんかで、うん、あの規制緩和で規制を撤廃して消費者の利益が消費者の利益につながるとか言ってました。確か三谷さんとかでなんかパソコンショップのなんかで PC デポを一生懸命擁護してる、ああね、あの悪徳企業ね、なんか詐欺まがいの商法でなんか問題になってましたね。騙される方が悪いです。そうでもね、私の周りにこちらの女性のファンが多くてね、はいはいはい、ものすごくファン多いんですよ。なるほど。固定層のファンがいてね、地元ではね、うん、私もね実はこの話をですね、うん、これちょっとその祖師ヶ谷大蔵じゃなくて千歳船橋の寿司屋でね、うん、ぼやくとですね、うん、お客さんここではあの人の悪口だかんよそうなんですか、なんか人気あるんですか。ものすごい人気あるんですよ。だけどもったいないよね、うん、
お母さんももうサラブレッドですよ。本当にすごい人なの。いやだから自民党で出ればいい方なのに、なんかなぜか予想。なぜか小宮山系だった。ああ、なぜか民主党だった。自民党と。なんか社民共産と、うん、生活者ネットで政党コンプリートみたいな。あ、そうかそうか、それあと少しです。すごい渡り歩きをしてる人なんですね。で、今三谷さんと。今は三谷さんだけど、うん、議会では、次世代改め日心と統一会や。なぜ？しかもですよ。日本の心。そう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 。なでもね、小池さんも近いんですよ。なぜ？希望の会ですから。うん、あ、いやそれ名前がたま、それは名前が一緒だね。たまたま。でも希望と反対ですよね。いやもうだって希望の塾は希望の塾で、都民ファーストの会が政治団体。そうなんですか。じゃああのあれは？参議院の希望の会統一だから全然関係ない。あれあれ関係ないですね。あれがあるから希望の方は使わない方にしたんじゃないですか。あ、なるほど。都民ファーストを。おそんな言っていいの？都民ファーストの会の事務局長の野田さん。あ、元小沢慶じゃないか。野田。ねえ、元秘書の方ですね。でもどうなんですかね、そっち、それと連動してるんですか。いや、だからね、もともと未来新た世田谷っておっしゃってたんだけど、最近、うん、三谷さんツイッターを見たら、なんか未来新たなんちゃらってやけに言ってる。あ、そうなんですか。え、そうなの、そうそう、未来新たって言ってるの。未来新たなんだったかな。ほう。めぐるじゃないけど、なんか言ってる。未来新た目黒。目黒じゃなかったけど、未来新たなんちゃらって、なんかツイートしてました。ほら。え、三谷さん、どこ出てるんですか。いや、三谷さん最近ね、ニコ玉でうろちょろしてんのよ。ニコ玉にいるんですか、今。そう。いや、活動拠点は。目黒区ですけど。うん。いや、ね、だって選挙区は前はあそこだったんですよ。いや、大体ね、目黒区の人はね、世田谷区ちょっと見下げてるところがあるんですよ。田舎と思ってるとか。通常目黒の方がなんか都心近いですね。都心近いと思ってるみたいですけど。アッパーな方が多いって思ってるし。目黒区結構いいお家も多いですけどね。それはだって、本当の金持ちは目黒区にいっぱいいるじゃないですか。え？本当の金持ちは目黒区にいる。そうですよ。そうこれどうするんですか、これ三谷さんね。三谷さん選挙区？あのね、規制緩和で消費者の利益を拡大みたいな。ようだからもう規制緩和云々の時代じゃないですね。渡辺義美っぽいですよね。でも三谷さん。今だってずっと側近というかね。そうそう。だって最後まで渡辺義美さんついていったから行き場がなくなったわけで。でも渡辺さんに維新行ったけど、でもね。でも参院選の時はすごいあの渡辺義美さん応援してたじゃないですか。そうでしたね。維新のだから維新に行くの、維新で出るんですか、じゃあ。いや、でも維新でもないんだよ。なんか行き場所ない。でもお宅に人気あるね。三谷さん。でも世田谷で今度出る維新の候補者に聞いたらね、うん、三谷さんと渡辺さんは切れてるって言って、今は。ああ。でも、あ、そう。で、小池さんに近づくわけでもないです。なんか渡辺芳美さんこの間、なんか小池さんのことえらい要求した発言してるじゃないですか。総理大臣にふさわしいとか、なんか、そういうこと言ってましたよ。あ、そう。なんか、手法を打てません。でもこれね、林田さんどうしてね、高校無償化に潜む財政の資格なんて小池さん言わはるんですか。が日経が社説で言ってるんですよね。でもそうかな、でも小池さんなんか私学も無償化の方言ってくれてるから。無償化を言ってくれてるんだね。いやだから公明党はちょっと協力しようってなったんだよ。だってこれあの東京都内に住んでいて、他の県にかの高校に通っている子も対象ですからね。あ、いいことや。おお。いわば都民ファーストだったのか、ね、いいの。いや、それその朝鮮高校の話とかそういうことを言ってるじゃないですか。違うんです。東京都が無償化するんだったら、じゃあ他の周辺の自治体もってなってきて、うん、その財政力の差があるから、うん、あのポピュリズム競争で疲弊するだけだって日経は怒ってるわけです、うん、あ、だからその批判はよく言って、あの例えば保育所に関してもあのそういう批判は基本的でも出てはいる。だから憲法改正でいこうって、だから国主導でこういう変な反対をする人を黙らせなきゃいかん。だから高校の無償化とか大学の無償化、うん、反対するやつは憲法違反とこう思ってない、うん、だからこれ自治体やるから今言ったのは日経の発想をそう書いてるだけで、別に小池さんが反対するとか、うん、あ、そうですか。だから小池さんに反対してない。だから別に小池さんが悪いわけじゃない。あ、なるほど、よかったよかったね。そういうことね。そのね、小池、誤解しちゃいませんね、うん、小池さんは、はあの無償化を推進。あ、そうなんですね。あ、わかりました。あくまで都民ファースト。あ、じゃあちょっと誤解してる、ね、なるほど、いけませんね。はい、はい、じゃあ次、はい、ですから高校 の、うん、あの高等教育無償化必須だし、富裕層に対しては富裕層の指定が無償化されても、富裕層を逆にあの重課税というかね、うん、マス増税とかですね、はいはい、所得税の、ね、また累進課税少し復活すれば ね復活させて所得再配もしていけばいいわけですから、はいはい、まあ、これはあのーうん、無償化に反対する理由にはならないということです。次、世田谷ネタでお願いします、はいはい、5枚目ですね、はい、
あと20分。はい。世田谷区労働報酬加減額が決定しました。2月14日に。で、工事契約以外の契約、不動産、賃貸借を除く、または指定管理者協定のうち、予定価格2000万円以上のもの、1時間あたり1020円というですね、うん、あのことが決定をしたんですが、これはですね、建設通信新聞によりますと、都内最高額。おー、すごいですね。でこれですね、なんか保坂さんに言わせると、モデルケースで、時給1200円の人は1350円にしますと。うんうん、大幅に上げます。あ、そうですね。これ最低が1020円ですからね。うん、そうそう。基準として。これ予算もやっぱり世田谷だからちゃんと大丈夫だってことなんですね。うん、そうですね。うん。なるほど。で、とにかく、で、この話もしました。その相模原のこの。うん、ああ。そうなんです。はいはいはい。はい。あの、これ、昨年もですね、ちょっと繰り返し、うん、お伝えをしていたあのニュースなんですが、うん、結局ですね、相模原のその、あの山売り園のですね、うん、事件ですけれども、はいはい、あの、実は夜勤生活支援員の時給が905円で、これ神奈川県の最低賃金なんですね。うん、ああ。人が集まんないですね、はい、なのでどんどん辞めてしまって、うん、残っている職員の負担は非常に、うん、厳しくなってくるし、はい、人が足りないのでちょっと問題があるかなという人でも雇わざるを得なくなってくるような状況があります。それがあいつやったわけですね、はい、で結局ですねそのあの元をたどっていくとですねあの小泉政権下で進んだ規制緩和政策、うん、小泉政権というよりは竹中さんですね、はいはい、要は誰やんか、奨学金の取り立てだってね、うん、あんなことになったの2004年やからやっぱり小泉政権で、うん、まあまあ竹中さんね、で結局指定管理者制度がですね導入されていったんですが規制緩和とセットになってしまっていたので、うん、あの結局コストカットのツールとしてですね、はい、使うってことになってきまして労働条件が低く抑えられるようになっていったんだという指摘がですね、うん、これ結構あります、うんうん、であの当時2011年当時のですね片山の総務大臣がですね結局コストカットのツールとしてあの使われてきてしまった、うん、で自治体が自ら内部では非正規化をどんどん進めアウトソースを通じて完成ワーキングパワーを大量に作ってしまったんだという指摘をですね、はい、あの非常に正しい指摘をされていまして、はい、あのやっぱりですね本当にあのこの完成ワーキングパワーの問題って大きくてですねで特にこの非正規雇用の、まあ、そう指定管理者に準ずるような施設ですね働いている方、うんまあ、図書館とか福祉施設なんかはですね、うん、やっぱり地元に住んでいて地元の職場でっていうことで通っている方が多いので、うんはい、これあのどんどん完成ワーキングパワーができるっていうことは、うん、あの地元にお金が落ちなくなっちゃうということが非常に問題であるわけですね、うんだからあの自治体の正規職員よりも非正規職員とか、こういう指定管理者の下で働いている、方の方がですね、うん地元に住んでいる率が高いということは明らかにデータで出てるんですね、うんはいはい、で結局あのトータルコストを抑えるために、指定管理者制度を使っていくということなので、うんまあ、どこが削れるかというと人件費を削るということになって、はいで人件費縮減のために、若年の職員ですね、うん、とか非正規職員の切り替えはどんどん進んでしまう、うん、それからですね、指定管理者もですね期間を定めて、定めますから、うん指定期間がどんどん短縮化されていきまして、うんまあ、しかも管理者の交代を見越してですね、うん、単年度契約とか短期契約で働く人が非常に増えてしまっている、うんそれからあの職員が足りないんだけれども増員はしないで変動シフトに切り替えていくということで、うん完成ワーキングパワーとか労働条件の悪化とか過重労働の温床になってしまうということですね、うんでしかも指定管理者の指定というのは行政処分なので、うん地方自治法第234条1から3の契約に関する規定が適用されないということでありまして、最低制限価格制度とか最低入札価格調査制度の対象外になってしまってですね、うん、なかなかこうメスが入りにくいという問題があります、うんうんで他の自治体ではどういうことをしているかというとですね例えば、公契約条例を徹底するとかですね、熊本市ではですね公の施設の指定管理者制度に関する指針ということで、うん、やっぱりあの労働条件とかですねをあのチェックするということを言っていまして、うん、で広島市もですね、指定管理者候補の強化に おける結核条項というのを設けていてやはりこれあの労働条件がですね、うん、あまりにひどい状況で働かせているとこれ結核条項ということでで、うん、指定管理者の候補になれないというのがありますね、うん、
千代田区もですね、労働環境モニタリングなんていうことを行っていまして、結構実効性のあるようなですね、対策を個々の自治体は取っていたりするんですが、全体としてはですね、なかなかそういう動きになっていかないということで、やっぱりこの指定管理者制度っていうのも脱ネオリベっていうことでですね、きちんと真っ当な価格で真っ当な条件で働くっていうふうにしていかないとですね、これしわ寄せはやっぱり市民区民に来ちゃうわけですよね。これね、安倍さんもっとね指導しなきゃいけませんね、ちゃんとこの完成ワーキングプアを作っていかんと、でもこれ考えたらさ、今の蓮舫ってさ、なんか財政再建とか、緊縮ばっかりやろうとしてる、仕分けの情報あ、ほんで今ね、三谷さん、三谷秀弘さんみたいなね、やたらとキーワードにね、未来、あら、そうでしょ、そうでしょ、未来、未来、未来、消費者の未来を考える会とかね、未来、世田谷の未来について感語る会とかね、なんか多いですね、未来っていうこと。そうなんですよ。なるほど、未来ですか。これ、見える未来、三谷っていうのができたの。おお、それは新しい団体。あ、いや、ちょっと待って待って、なんかね、三谷さんの旗ができたんだ。おお、見える未来、三谷って旗。見れ見える未来みたいにどうしましょうね、なんか自分の未来はなかなか読めないなるほど。でも三谷さん、ほらほら見てみろ、ほらほらほらこれ、ほらほらみみみですね、ね、ほらほら見える未来みたいに、あ、だからファーストネームが M で始まる人の仲がいいのかしら、いやー、未来新た世田谷、なるほどね、え、下の名前 M ですもんね、まあ、まあなんか知りませんけど、あまり言うとまたファンからどんなられますけどいやだから結局ね、完成ワーキングプアーの問題って、民間にもこれ発表してきていて、公務員があれだけコストカットされてんだから民間もっと下げろみたいな話に絶対行くんですよね。それってなんかこの間の NHK のなんか似てるね、なるほどね。あ、時間がなくなってきた、ね、指定管理者制度の見直し、これも急務なので、ぜひ安倍総理には旗振りで、働き方改革のことにも通じますから、お願いしたいところですね、で、あと10分ぐらいしかないですね、はいはい、では、田淵4、はい、田淵4、はい、こちらですね、はい、あ、これじゃない、これは、あれ2、3、4です、あれちょっと違いました、あれ、あれちょっと待って、なんか間違ってん、あ、これさっきの、あ、同じもん落ちちゃったんです、ね、ああちょっと待って、これなんとかな、ね、うん、あとはどのネタでしたっけ、ちょっといやいやいや、ちょっとこれこの間の、うん、いやちょっとそれいいんだけど、ちょっとこれ変えれない、これ変えます、変えます、はい、はい、じゃあちょっと待ってくださいね、ちょっと止めますか、真っ黒放送事故、放送事故生じゃないから、じゃあしましょう、あ、そうか、しましょう、しましょう、何ね、どこで見せて画面を、これで田淵の何、これ、ね、あ、これ、うん、あ、そう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 、これこれこれ、はい、あ、これ、あ、これですね、はいはいはい、うわ、うん、これでも、はい、これ自由が丘とかで三谷さんやってるからやっぱり僕から映りたくないんですよね、やっぱり同じ、あ、違う、自由が丘ってあれだ、ここですよね、ほぼ捨てたから、そうそうそう、はいはいはい、はい、じゃあこちら、はい、ですね、はい、ニコタマのね、無堤防地区の問題を、はい、この1年間ぐらいもう私と市川さんとね、やいや言っておりましたで実は、はい、去年の3月8日に、実はもうこれ予算通りできまして、はいはいはい、ちゃんと潜り込ましたけど、はいはい、世田谷区の連絡がありましてね、二子玉川の無堤防地区について、ちゃんと工事をやるってことがね、もう予算取れて、調査工事の分だけ予算がね、今年度ついてたんですね、で全然進まないんで、予算執行の危機といって、やいや言ってたところ、保坂さんの側近の人に言ったら、ちょっと田淵さん来てくれということで聞きました。でこの資料がね、水辺地域づくりワーキングという、なんかそういう会合の資料なんですけど、はいはいはい、まずこの、まあ、言いたいことは、その普通の官僚だけでやるんじゃなくて、左下の図にあるように、はい、地元の町会とか、任意団体とか、学識者も参加よ。石川さん、この学識者になられへんの？ねえ、どういう基準で選ばれるか、ただね、一応ね、
一応保坂さんに聞くと、うん、コーディネーターとしての内定してる人いるそうです。なんかそういう都市関係の人でね。なるほど。だから林田さんなんかも入りさせて。わかりました。私の多分知ってる人。そうです。だからその学識者に石川さん入れてもらったらいい、ね。そうですね。でね、このまあこういうのでいろんな意見がありまして、はい、兵庫橋に渡れなくなるじゃないかとかね。それはすごく言ってますね。兵庫橋を高い位置にしたらね、嫌、うん、だとかね。あと、マムシ雑木林を維持してくれとかですね。うん、マムシ酒にしろとかもいろんな意見もあるぐらいのとこなんですね。で、左目見ると、これ、狛江大水害で家がどんぶらこ流されてるところの絵なんですけど、ね、でね、なんで遅くなったか、わかりました。このね、某区議さんが積極的に反対したことはないわけです。むしろ、メイク世田谷グレーってばっかり言ってて、で、その担当の課長に聞いたんですけど、メイク世田谷グレーとは言ってるけど、この、この堤防の手の字も言わんと。どうなってんねん。いやだから単にサポタージュなんでしょ。サポタージュがただですよ、うん、与党系のね区議として選ばれてる以上ね、うん、今日自民党の偉い人に来ましたからね、うんうん、アホかと、うん、本来ならね、うん、自分の事務所の前の橋が沈んでるような状況であればですよ、うん、なんとかしろって言ってそれこそ むしろ旗上げてですね、うん、デモしてでもですね、うん、大騒ぎしなきゃいかん立場にあるわけですよ彼は、うん、ね本来ならそうでしょでね、早くこの予算を早く実行しろと、うん、なぜやらないんだ区長って言わなきゃいけないのに、うんうんうん、なんとじゃあなんで遅れたか、うん、もちろんそのサボタージュと言わんけどやっぱりあんまり突き上げなかったもあるんですが、去年の4月に移動で、うん、国交省京浜河川事務所の、うん局長と次長が転勤になって本省に戻ってしまいました、うん、あじゃあ事情してる人がでまあ結構こういうことを、うん、その国の方から提案したんですこういう複雑な七者会談みたいな、ねうんはい、ところが、後継いだ人は、うんまあ、いわゆる凡庸な人だったヒルアンドンみたいなでね結局でもそれ引き継がないんですか7月に初めて来たって言った、はいはいはい、担当者、はいはい、で11月に来た時もこの資料持ってきただけで全然進んでないとほんで、どうしたらいいかなもう区長ちゃんとそんなんやったらね僕もねてっきりね、まあ、林田さんも聞いてね、うん保坂区長はこの工事に反対なんじゃないかとみんな思ってたわけですね。じゃあ次のページ行きましょうか、はいはいはい、違うと、うん、もうこの通りやってくれと、うん、いうことですねはい、はい、でですね、うん、あこれでいいです、うん、こちら見ていただいたら、うんうん、まあそのまあ今その駅よりも、うん、東急線よりも下流側仮堤防できたわけです、はいはい、で今この図にありますようにあの丸のついてるとこあります、うん、これはね今回仮堤防を作ろうとしてるとこで、うん、計画堤防は川崎市と同じにしようってわけですね、うん、そうすると対象堤防の場所で作んなきゃいけない、うん、そうすると元料亭のマンションはどうなるのかって話になるわけですでもですよこれね昔違法建築になっちゃいます昔網笠一揆網笠事件事件っていうのがあったぐらいで、うん、川崎の方ももう堤防切れまくって大量の死者が出るってことで、はい、もうこれは必死になってた時期もうこの多摩川の治水っていうのは大変、うん、まあなんせ全国の六大河川、うん、しかも今のこの堤防のないところは国交省の特 A 級危険箇所というところでありまして、うん、見てくださいこの左上の図ここで壁がいいですか壁1枚で大正時代に作ったコンクリートの壁1枚で支えてるとこれもね担当者聞きましたもう怖いと、うんうん、んでやっぱりその壁にひび入ってるでしょって言ったらそうなんですって薄っぺらいですかね圧かかったらもういや一気にいけますよもうパターンですねただね一つねいい話があって、うん、今回の工事範囲ちょっとこう左下の図でね緑の薄くちょっと見にくいかもしれないけど、うん、小山ドライビングスクールから、うん東急の線路までその新二子橋までじゃなくて、うん、その壁区間と雑木林区間と両方とも範囲に入ってるそうです、うん、ほう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 その壁区間とそのマムシ雑木林区間も共にやると、うん、でこのマムシ雑木林は全部もう選定してカットしてしまうという話ですね、うん、でもこれはねこれは外環道の延伸計画にも深く関係してる、うん、そうですねだから結局東名以南のルートがまだ決まっていないので、うんうんうん、ここになるんじゃないかとルートを設定しないといけないんですよ、うん、なるほど、うん、まあそうなりますねやっぱりまあ野川をちょっと移設しないかん、うん、ちょっと5メーターほどずらさないかんといろんな意見もあるんですけどねただこのマムシ雑木林の横のマンションはですね、うん、なんせバルコニーのすぐ横がマンションですから、ね、あの雑木林ですからね、はいはいはい、それは大体マンションの3階ぐらいのところに伸びてるわけですそうするとこれね道路作らないと、うん火災が発生した時バルコニー側から救援に行けないんですよ、うん、ああ道がないです非常に危険ですね、うん、やっぱりこれ道路作らないんでしょうね、うん、
こうじゃあ一連の工事がじゃあこれから進むってことなんですか。まあ、その時にちょっと前のページに戻していただいて、うん、いわゆるそのこの7つの丸があるようなところで、はいはい、いわゆるその学識経験者とか、うん、あとですね地元の町会、うん、それからねあとね地元の任意団体みたいなやつもね、うん、結構入れるみたいですよ。じゃあ例えばこれに反対する人も入れるってことなんですか。そうだそうそうそう、それが重要ポイントなんです。林田さんどうですか。どのぐらい入れるかは町会とか言うとどうなのかなっていうのと、うんうん、なんかフィルターかけてやっぱり、うん、あまり無茶言う反対派は入れないじゃないですか、はい、ポイントって。それとポイントとしてオブザーバーとして川崎市を置くって書いてます。ああまあ対岸ですからね。兵庫人も半分川崎市。あ、そうなんでしたっけ、そこは。あと渋谷区、うん、これは何でか言うと、うん、水没する野球場は渋谷区の管理もあるんです。あ、そうなんですか。あ、じゃあ関連するとこみんな入れるってことなんですね。そう、兵庫島のこれね、増水した時に本あでね、うん、町会は玉川町会と、うん、蒲田南親睦会と、うん、二子玉川エリアマネジメントだって。二子玉川地区交通環境浄化推進協議会、うん、NPO 世田谷水辺デザインネットワーク、うん、なんとあと二子玉川小学校を想定していると。おお、なるほど。まあ、その辺が関係する人たちってことで、あのコアの、まあ、この蒲田南なんていうのはこれはね、非常にちょっとこの野川の合流点の近くで溢れると超やばい地域なんですけどね、うんうんうん、また中立的な立場としてまちづくりの専門が学識者の参画を想定と、うん、この人も大体内定してるみたいなんですね。あ、わかりました。石川さん知ってるし、ね、あ、なるほど、はいはいはい、なるほど、うん、まあだからこれね、ちゃんとやらないとですね、うん、でうまくいくと、うん、まあ来年度中には本校に起工式まで持っていけると、うんうん、だからまあ一応心配なのは今年の夏乗り切れるかどうかですね。それはこれを早やらんやつが悪い。まあまあしょうがないです。これもとっととやってたら今年の4月ぐらいから着工になってたんですよ。だって今年も冬年明けからもう異常気象続いてることがまたゲリラ豪雨が予想されるんですけどね、普通に。でも本当私らが懸念してる通りで、このご担当の町づくり担当方もですね、はい、川が今年完全に兵庫は沈みましたよねとかね、増水して逆流してましたよねって、うん、怖くないですかとか言ったらね、うん、いや怖いですよ、うん、やっぱり地元の住民から、うん、この壁一枚はほんま怖いと、うん、そりゃそうですよね、いうのはやっぱりかなり相談が来てると、うん、あの上層市の件があるからね、みんなで二子玉川小学校では、うん、洪水の時の避難訓練と地震の避難訓練、逃げる場所が違うわけですね、うん、それを練習はしてるらしい。あ、だって洪水はちょっと高いところ逃げないとダメだよね。そうなんですよ。なので世田谷区のハザードマップでは最大5メートルから10メートル水が来ると、うん、ライズは助かると。まあスーパー堤防ですか。そうそうそう、地上げしてますからね。だからライズの高さまで最終的には積まなきゃいかん、うん、しかもあの辺ね、川が右にカーブしているところの、ねうん、外側ですよ、うん、合流点の上でしょ。そう、私も言ったらね、もうまさに田淵さんはその通りです。そうそう、なんか上層市と同じなんですよ。で上層市と違って、うん、国分寺外線があって、うん、逃げられへんですよね。そう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 、いやもうそうなんですよ。上層市は逃げれるとこあったからね、平べったいから。で保坂さんが言ってました、田淵さん誤解したいから、私は決して反対してないすぐやってほしいんだと。いやどうしたらいいですかっていうか、今度の区議会で質問が来た時に、うん、ね、質問が行きますから、その時にね、うん、高らかに宣言してくれて、早くやってくれって国に寄ってますって言ったら、うん、もうすぐに、私が思ったらすぐにもうね、玉川に電話、京浜河川事務所に電話して、うん、早くやってくれって言ってました、うん、じゃあもう5歳出れば、もうとにかくもうすぐにも工事できちゃうってことだね。うんうん、でも予算も地元の某区議さんね、うん、自民党の区議さんで私いますけどね、うん、あなたがやることやないのこれ。あなた与党でしょ。いや、工事するかどうかを水辺のさっきのワーキング、まずだからこれをまずやる、はい、うん、そうそう、まあ、工事しないって結論になると思うけど、まあ、うん、その、うん、まあ、まあ、やるためのお膳立てですか、ね、まあ、いや、お膳立てになっちゃったら本当みたいなの住民さんから回してくるじゃないので、ね、まあ、一応目的によるとね整備方針として、この目的いいですか、水辺地域は地域づくりワーキング、玉川二子玉川地区の治水対策を含めた水辺地域づくりにあたり、下記項目を基本理念とした整備方針、整備内容に関する意見交換を目的とする。だから治水対策を含めた、だからもうここで縛りがかかってるわけですよね、うん、でもね、水と緑のネットワークを考慮した二子玉川地区の河川整備、うん、だから安全安心の地域づくり、うん、その後も面白い、玉川の利活用、
動線、動線、動く線ね。避難所。それと、動線、歴史、国別。それともう一つ、景観に配慮した整備。あー、景観。景観。景観よりやっぱり人の命ですね。いやいやいや、景観に配慮。でね、うん、主な内容、水と緑のネットワーク、現在の自然環境の配慮、うん、樹林帯、兵庫島公園をどうするか、うん、で安全安心、堤防整備、うん、緊急用河川敷道路。うん、ということで、やっぱりあのマムシ雑木林のところにやっぱり上道路作るんでしょうね。だから河川利用として多摩川の中で利用者が多いと、兵庫島公園にバーベキューしたやつがいると、うん、平日の昼間でもいっぱい人いますから、ね、駅や地域への動線確保どうしますかと、で河川整備どうしますかと、だからまあ人が動きやすい、しかも兵庫島が通れない時に増水しても野球やってる子どもたちがちゃんと逃げれるかどうかとか、いろいろあるんでしょうね。なるほど。なんせ完全にね、増水したら野球場4面とも沈みますからね。本当です。まあその状況で野球は多分みんな、そのうち2面が渋谷区のか、うん、2面が世田谷区のか。あ、なるほど。それで渋谷区も今回加わってる。そうそうそう。で、兵庫島の半分は川崎市だと。うん、川崎、高津区なんですかね、じゃあ。うん、そういうことなんですね。これもやっぱりちょっとこう、まあこういうのやることはいいことですから、ぜひこれね、整備反対の人も参加してるんでしょうから、うん、まあどっちにしろやるんであれば、これきちっと話を決めて進めていかないと、こう中ブラリンの状態が予算もついてるのに、もうちょっとで執行するとこでしたよ、うん、あ、もったいないですね。で一応本予算の、うん、多分箇所付けつく見込みです。あ、じゃあ大丈夫なんです、ね、やる、うん、工事予算もね、一応やるということで、うん、まあだからこのいろんな意見持ってる人にどういうところをね、うん、配慮してほしいから、ね、うん、そういう意見を全部取り込んで、うん、まあいろいろ微調整したりだとか。だけど家の目の前が仮堤防になる家どうすんだろうね、うん、まあだから環境道路を通した上でになるでしょうけど、うんうん、だってさ、自分のとこのバルコニーが、うん、前がその雑木林っちゅうの困るけど、うん、と壁みたいなのができたもん、うん、いやそれはまたそれでまたいろいろ刑務所みたいでしょ、それじゃ日照権だなんだってまた上がっちゃうんじゃないですか。そこは土地目的で日照権は言えないところだと思うけど。あ、そうなんですか。商業地域だから。あ、そうなんですか、うん、まあもともと家建てて、マンション建ててるのがもうもともと、もともと河川標識の中にマンションを建てることには問題があります。だから水害時立ち退きの条件で料亭も認められてたわけですからね。あ、そうなんですね。もともとそうなんですね。でもマンションは水害時立ち退きの条件でマンション建ててないでしょ、うん、誰が許可したの。けど許可よく出たね。だからあの時代だからなんかうやむやで、なんか誰かが得してんですよ。まあそういうわけで、まあやっと動き出しましたんで、うん、まあこの番組の1年間やいやい予算執行の危機とかでやいや言うた価値がありまして、うんうん、まあここでまあとにかく動き出したということはいいことですね、うん、あとは具体的に工事を早く進めて、工事がコンプリートしないと、そうなんです。一応まあ起工式は来年度中というか、まあ再来年3月、そういうことはあれか、今年の夏はちゃんとした形が出てきて、今年の夏と来年の夏は何も起こりませんようにと拝むしかない。神に拝むしかないですね。まあ、3年後ぐらいですね、形になってくるのは。じゃあ2年間は本当に、まずとりあえずはまず雑木林を始末した後、うん、この緑色の変な土のを積むんでしょう。ああ、なるほど。マムシの雑木林が。マムシ雑木林をね、はい。まあでもまあ動き出してよかったから、まあ早く整備しましょう。はいはい、はい、はい。ということでございました。はい、ありがとうございます。はい、これで一応ですね、はい、今日のお題一つで終わったんですけども、はい、ね、本当になんか最近もういろんな問題いっぱい出てきましたね。もう次が次のね、もう1週間に、うん、1回じゃ足りないぐらいのですね、うん、内容なんですけども、うん、はい、またちょっと時間なんでこれ以上ですね、はい、今日はできませんが、はい、また積み残したね、はい、いろんな話題につきました。また来週っていうか、もう今度3月になっちゃいますね。あ、そうですね、はい、今度3月ですよね。またいろいろな問題出るでしょう、ね、増井さんは出れないの。増井さんもお忙しいですからね、一応、東芝の関係基準のことについてはちょっと一度聞きたいな。年度末だから忙しいんじゃないですか。あ、そうですか。それと、うん、で僕のリクエストとして一回沢田医師さんを飲んでほしい。あの病院存在問題、ね、病院の存在問題ね。ああ、ぜひぜひね。はい、了解です。はい、はい、はい、で一応時間ですので、今日はお願いします、はい。どうもお疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様でした。はい。